ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、このチャンネルではホニャララ史上最大とかホニャララ史上初とか、いろんな記録めいた事故や災害をたくさん紹介してきたじゃない？ああ、一番辛いのは史上最大の犠牲者数ってやつだよな。そうそう。一瞬で3桁超えの犠牲者数とかマジで身の毛がよだつわ。まだ紹介していない事故で、何かおったまげな記録を持った事故とかってある？そうだな。関係車両186台による多重事故は知ってるか？北海道の自動車道で起きた日本国内において最大規模の多重事故だぜ。186台による多重事故ですって何がどうこんがらがったら、そんな無茶苦茶な事故が起きんのよ。軽く解説しておくと、1992年3月17日に道央自動車道の恵庭インターから千歳インター間の上り車線でのことだった。大型バスを追い越そうとしたライトバンがバスの後部に接触。バスは速やかに減速し路肩に停止したが、ライトバンはそのまま走り去った。バスにぶつかっといて逃げちゃったの？ああ、後続車数台は難なく走り去ったが、その後方で大型トラック、乗用車、ライトバン3台による追突衝突事故が発生してしまった。あちゃあ。さらに後方で大型タンクローリーと大型バスが横向きになって道路を遮断し、次々に後続車が突っ込んだんだ。うわぁ、横向きになったタンクローリーとバスが目の前に突然現れたら、うん、そりゃあ止まるも避けるもできず突っ込んじゃうか。最終的に普通乗用車95台、大型トラック11台、大型バス8台、普通貨物車71台、軽自動車1台、計186台の車両が折り重なる状態で巻き込まれる大惨事となったぜ。うっばちょ、ちょっと足し算できないレベルなんですけど、合計何台って言ってた？186台だな。事故の先頭車両から最後尾までの全長はおよそ 1.2 キロにも達したそうだぜ。高速道路 1.2 キロが事故だらけも早地獄って感じでしょうね。ちなみに、聞くのが怖いんですけど、死傷者は？幸いと言っていいのかわからないが、死者2名、重傷者30名、軽傷者76名だったな。そうよね。2名と言っても当事者からするとねー。まあ、それが日本史上最大の玉突き事故だな。では、今回はそんな史上初や史上最大など記録的な事故や災害を一気見で解説させてもらうぜ。ほうほう。やっぱそうなるよね。まあ、よろしくお願いするわ。今回の動画では、歴史に残る大地震をいくつか振り返っていこうと思う。地震といえばさ、2月6日のトルコシリアの大地震もやばいよね。ああ、2月12日時点で、すでに死者数は3万4000人を超えていると報道されているな。トルコじゃ、特に被害が大きい10の自治体で非常事態宣言が発令されたほどだ。よりによって、こんな寒い季節に大地震が起きるだなんて、倒壊被害そのものも恐ろしいけれど、住む家を失った人たちの安否が心配だよ。地震大国の日本に住んでいる私たちからしても、他人事じゃないしな。東日本大震災の記憶もまだ新しい。原発や放射能の話題がどうしてもやり玉に挙げられがちだが、あの地震だって2万人を超える死者行方不明者が出ているんだ。そんなに？というか、比較するもんじゃないとも思うけど、それよりもさらに1万人以上も多くの犠牲者が出てるって、逆にトルコの大地震のエグさが伝わってくるね。今世紀に起きた自然災害でも上から6番目の規模だと言われているな。これよりさらに上の規模の自然災害があるの？まあ、正直この手の災害規模ってのは、上を見ればキリがないからな。せっかくだし、今回の動画では地震の恐ろしさを学ぶというコンセプトで、世界と日本の地震ワースト1位を紹介していくこととしよう。世界と日本のそれぞれで、史上最大の地震を見ていこうってことだね。うむ、まずは日本史上最大の自然災害として今なお語り継がれる関東大震災についてだ。関東大震災か、名前は知ってるし、めちゃくちゃヤバい地震だってのもなんとなく察してはいるんだけど、そういえばどんな地震だったのか詳しくは知らないわ。実は、今年の2023年はちょうど関東大震災から100年目の節目にあたる年なんだ。この節目の年に、ぜひ関東大震災について詳しく学んでほしいと思ってな。そうだったんだ。ってことは、思ってたよりも昔の地震なんだね。関東大震災が発生したのは1923年9月1日、大正12年に起きた大地震ということもあって大正関東地震と呼ばれることもある。震源地は神奈川県西部、マグニチュードは 7.9、最大震度は6とされている。あれ、震度とマグニチュードだけ聞くと、まあ、直近の東日本大震災がマグニチュード 9.0、最大震度7とされているから、それとどうしても比べてしまうよな。だが、ここで注意してほしいのは地震そのものの規模ではなく、その地震によって起きた災害の被害規模なんだぜ。あ、そりゃそうか。
震災っていうくらいだもんね。特に、今から1世紀も昔の地震ともなれば、現代のような建築技術やインフラの発達は存在していない時代の被害だ。建物の倒壊、火災などの二次災害への発展のしやすさも、今と比べて段違いなんだぜ。考えてみれば、まだ第二次世界大戦前の出来事だもんね。木造の建物だって、今よりもずっと多いだろうし。それともう一つ知っておいてほしいことなんだが、実はこの時代は震度7がまだ存在していなかったんだ。なので、事実上震度6が最大震度なんだよ。もし当時に震度7という階級が存在していれば、この関東大震災は震度7相当だっただろうと言われているんだ。なるほどね。さて、この関東大震災では、神奈川東京といった首都圏を中心に、合計5つの県で震度6を観測している。そのあまりの揺れはなんと海を越えて北海道にも伝わり、震度1を観測しているほどだ。神奈川で発生した地震が北海道にまで、発生時刻は午前11時58分、ちょうど昼時だったこともあって、料理中の家庭や飲食店が多かった。つまり、火を使っている最中に大地震が来てしまったと、これは大変だ。その結果、二次被害として発生する火災の規模が桁違いだったという。しかも、地震の影響で水道管が破裂したり、折悪く強風に見舞われたこともあって、消火活動が遅々として進まなかった。歴史的なその他の大震災と比較しても、この関東大震災では焼死体が非常に多かったとされているのは、これが原因だな。へぇ、余談ではあるが、よく日本の大震災として数えられる他の地震被害で言うと、阪神淡路大震災では圧死、東日本大震災では溺死で亡くなるケースが、割合として多かった。単に地震被害といっても、それがいつどこで起きたのかによって、被害の傾向が違うんだね。そういうことだ。ただ、この関東大震災においては、恐ろしいのは火の手だけではなかった。この地震によって津波や土砂災害なども誘発されてな。最終的な死者行方不明者は10万5000人を超えるほどになった。10万人。ちょっと大きめの町が丸々一つ消えるようなもんじゃん。地震の規模だけで見れば東日本大震災よりも小さいものの、犠牲者はその5倍もあるという計算になる。この被害規模は、明治以降の日本で起きた地震の中でも最大のものとされているんだぜ。しかも、何が恐ろしいってさ、日本の首都圏でこれだけの規模の災害が起きてしまうと、国家機能が麻痺してしまうという、別の意味での大ダメージも発生した。しかも、当時の内閣総理大臣であった加藤友三郎氏が、地震の8日前に亡くなってしまっているという、最悪のタイミングだったんだよ。総理大臣の急死の直後に、歴史上稀に見る規模の大震災とか、なので、当時の政府はかなりてんやわんやで、どうにか震災翌日に新総理を就任させて復興事業を推し進めたって話だ。タイミングの悪さで言うと、先ほど少し触れた土砂災害についてもそうだな。何かあったの？土砂災害が多発した理由として、まず関東南部には山地や丘陵地が集まっているんだが、実は、この関東大震災の前日に、エリア一帯にかなりの大雨が降ったんだよ。うわぁ、地面がゆっくゆるにぬかるんでるやつ？雨水が土中に浸透して、水を含みやすい層を浮かせてしまうんだな。ただでさえ山地の傾斜の上に水を大量に含んだ状態の土が乗っかっているところを地震によってシェイクされたら何が起きるか。そりゃもう、揺すられた地面が一気に滑り落ちてくるでしょ。そういうことだ。特にこの震災の土砂災害では山津波と呼ばれる現象が発生してな。何その聞くだにヤバそうな現象。山の斜面が崩壊することで山から海に向かって流れる川の流れを塞いでしまうんだよ。で、そこに大量の水が溜められて、ダムか湖のような状態になるわけだが、当然、これは長い年月をかけて自然にできたものでも、計算して建てられた耐久性に優れるものでもないわけだ。川の水はずっと流れてくるわけだから、いつかは決壊してしまうね。で、土砂崩れによって偶発的に生まれた自然のダムに、川の上流から流れてきた大量の水が溜められてしまう。そして、本来流れるべきではない方向に川の水がはみ出たり、あるいはこの自然のダムが一気に決壊したりすると、川下では一体何が起きるでしょうか、という話だな。うわぁ、想像もしたくないわ。この山津波の他にも、岩石流という空気を含んだ岩や土砂の波が勢いよく斜面を滑り降りるという現象も発生した。とある集落では、全戸中の半数が土砂などによって埋没して、300人以上が犠牲になったという。へぇ、さらに、地震が起きてから数日ほど経って、9月12日から15日にかけては大雨に見舞われてな。救助や復興作業を行っている最中、全国で166箇所の土砂災害と12箇所の稼働閉塞も起こってしまった。
この土砂災害だけでも死者1000人以上、建物およそ500戸が被害に遭っている。こういう話を聞くとさ、山のふもと近くの町とか村に住むことのリスクを考えてしまうね。そうだな、もし視聴者の中に山の近くに住んでいるって人がいたら、地震や大雨の際には常に土砂崩れのリスクに注意を払ってほしい。いざという時にすぐに逃げられるよう、近くの避難場所をチェックしておいたり、緊急時に荷物をまとめて持ち出せるように工夫しておくのがいいね。それからやはり、日本の地震被害を語る上で欠かせないのは、津波による二次災害だな。この関東大震災の時には、どれくらいの津波があったの？最も大きいところで、千葉県相浜で 9.3 メートルの津波があったとのことだ。他にも千葉県須崎で8メートル、神奈川県三浦と静岡県熱海市では6メートル。9.3 メートルの津波って、ちょっと想像できないわ。大体マンションの3階の高さがおよそ9メートルって言われてるからな。ってことは、海からマンション3階建てくらいの水が突っ込んでくるってことか。それもだいぶシュールな例えだが、まあ、港町の一軒家なんてひとたまりもないってのは、十分にわかってもらえると思う。関東大震災の被害は、戦術の火災や建物の倒壊ばかりにフォーカスされがちだが、津波にさらわれるのってさ、火災や倒壊と違って犠牲者の遺体が出てこないから、行方不明者って扱われることが多いんだよね。震災大国の島国である日本に住む上で、地震と津波の脅威は常に Z だからな。ともあれ、関東大震災についてのまとめ情報としてはこんなところか。さて、日本の歴史を振り返っての被害規模ワースト1位の地震ですら、これほどの悲惨さだったわけだが、当然、世界全体の地震を振り返ってみれば、これよりもさらに上の地震被害がある。いや、関東大震災の時点で相当なものだったけど、これよりも上って、ちょっともう想像もつかないわ。そうだな。じゃあ世界の被害規模ワースト1位の地震について、わかりやすくそのヤバさを知ってもらおう。対象は、44年前に中国で発生した東山大地震というものなんだが、なんとこの地震、今現在でもまだ余震が続いているんだ。44年も前に起きた地震なのに、未だに余震が、400年に一度とも言われている規模の超大地震で、死者行方不明者は合計で約24万2千人とされている。20世紀以降に起きた地震の中では、世界最大の被害規模でな、すべての自然災害を含めても、これより上となると1970年にバングラデシュで起きたサイクロンが、およそ30万人超えの死者行方不明者を出しているくらいだ。20世紀以降の地震で押しも押されぬワースト1位、どころか全自然災害でもワースト2位の犠牲者数ってことか。しかも、この24万2千人という犠牲者数は、あくまで中国政府による公式発表の数字だ。ということは、実際の数字は、これよりもはるかに多かったという指摘もある。詳しくは語らないものの、この手の公式のリストにカウントされない命ってどうしてもあるからな。なんか大国の闇を見ちゃった気分。どれほど参考になるかはわからないが、アメリカの地質調査所が推計したところ、犠牲者はおよそ 65.5 万人にも上ったとのことだ。実質3倍、どんだけサバ読んだらそんなに被害規模に差が出てくるのよ。もちろん、どちらが正しいかはわからないし、あるいはどちらも正確でない可能性だってある。何せ、これほどでかい地震ともなれば、正確な情報を集めるのにも一苦労だからな。そんなヤバい地震が起きてから、まだ50年も経っていないって考えると、なんか、余震が未だに続いているって話も、ちょっと真実味を帯びてきたような気がするわ。では改めて、この東山地震の情報について整理していこう。1976年7月28日、中国は河北省の東山市付近を震源として地震が発生した。本震のマグニチュードは 7.5 で、続けて同日中に 7.1 の余震も発生したことで、被害規模が膨れ上がったと言われている。マグニチュード7以上の地震がダブルパンチか、そりゃ犠牲者の多さも納得だわ。この地震の最悪ポイントの一つ目は、本震の発生時刻にある。揺れが始まったのが午前3時42分、すなわちみんながまだ寝静まっている明け方だったんだ。うわぁ、それは輪をかけて最悪だね。このため、地震を察知してから避難したり、机の下などに隠れたり、といった対処ができないまま、瓦礫の下敷きになる被災者が大勢いたって話だ。震源地となった東山市だけでも14万8千人の死者、8万人の重症者を計上しており、全市民のおよそ 20% 以上が被害に遭ったという。やっぱり、一番被害がでかい場所ってなると、その地震の震源地の真上だよね。何せ、東山市の真下に遠山断層という当時未発見の断層があったからな。
この断層が動いた結果、水平方向で 1.5 メートル、上下方向で 0.7 メートルほど地面がずれてしまったんだぜ。やっべえ。特にこの唐山市というのは、当時の中国における有数の工業都市であり、国の経済を支える大きな柱の一つだった。また、首都である北京市から 200km ほど、国家中心都市に数えられる天津市からは 100km しか離れていなかったんだぜ。人命の損失が取り返しがつかないのは言うまでもないが、この地震が唐山市に与えた経済的ダメージの大きさについても話題に上がることが多い。首都圏の大地震ともなれば、そりゃ被害規模も膨れ上がるわ。唐山市自体も、住宅の全壊率が 94% という未曾有の状態に置かれてしまったしな。94% ってもうほぼ全滅じゃん。地面の液状化現象などもあり、地震以降も瓦礫の撤去やインフラの復旧などに苦労したっていうぜ。液状化現象っていうと、地震の振動によって、地盤が液体のようにドロドロな状態になってしまう現象のことだな。詳しいメカニズムは長くなってしまうので省くが、地面が強度を失うので建物を支えきれなくなったり、地下の層から砂や水が湧き出して農作物に影響を与えたり、とにかく厄介な現象なんだ。首都圏と工業地帯が軒並みダメージを受けて、復興作業にも時間がかかるし、挙句に農作物にもダメージか。これは、かなり経済的な痛手をかぶっただろうね。当時の額でおよそ30億元ほどとされているな。日本円だとどれくらい？ちょっと当時のレートがわからないからなんともだが、現在の1中国人民元がだいたい22本円弱だから、単純計算で20倍して、600億円か。途方もない数字だね。しかも、中国にとってタイミングが悪かったのは、当時が文化大革命の晩年だったということだ。文化大革命ってなんだっけ？当時の共産党主席であった毛沢東の指導のもとに、資本主義の徹底批判と社会主義の創生を目指した一連の改革運動のことだな。紅衛兵と呼ばれる学生を中心とした青少年の運動団体による破壊活動や、官製暴動とも呼ばれる政府主導のデモ、毛沢東の権力の絶対化が進んでいたんだぜ。その最中だと、何が問題なの？まあ、まずそもそもこの文化大革命自体が、中国共産党内部での内下場の深刻かっつうかな。行き過ぎた紅衛兵や共産党員による虐殺や粛清であったり、文化の停滞や経済の疲弊が深刻化したり、そもそも国として疲れ切っているタイミングで大地震を受けた、って話？ああ、そういう側面もある。だが、最もまずかったのは、この当時の中国がそれまで関係のあった多くの海外の国々と、国交を断絶してしまったことだ。実質10年以上の鎖国状態が続いたとも言われている。で、それの何がいけなかったのよ。おいおい、東日本大震災で未曾有の経済的ダメージを負った日本が、なぜここまで立ち直れているのか、覚えてないとは言わせないぜ。自衛隊やボランティアの人たちが頑張ったからでしょ？ああいや、それはそうなんだが、そういう話じゃなくってな。東日本大震災が起きたタイミングで、関係の深い海外の国々から、数百億円にも上る支援義援金があったって話だよ。あ、そういうことか。海外との関係を断ってしまっている状態だから、義援金をもらえないんだ。正確には、当時の中国政府が自ら自分たちの力で立ち直るからといって、援助を拒否したんだがな。いやいやいや、400年に一度の大地震なんだから、死の物言ってないで素直に助けを求めたっていいでしょ。この固くなな姿勢が、被害規模を拡大させた一因にもなっている、と言われている。お金があったら救えたかもしれない、間に合ったかもしれない犠牲者の方がいたってことだね。この唐山大地震による被害は、当時の特殊な政治状況のために、世間には正式に公表されなかった。この2年後、毛沢東の死亡によって文化大革命そのものは終結し、新たな最高指導者となった鄧小平によって毛沢東主義は少しずつ解体されていくわけだが、新体制となった翌年の1979年に、ようやく当時の地震規模が明らかになり、前代未聞の自然災害であることが改めて世に知られたって話だ。やっぱりさ、地震に限った話じゃないけど、こういう大きな自然災害の時って、その時に誰が指導者で、どんな政治状況にあるのかってすごく大事なんだね。国家が最も疲弊しているタイミングで受けた世界最大級の地震のダメージからは、立ち直るのになかなか苦労したって話だぜ。ともあれ、唐山地震に関する紹介はこの辺で締めておくが、歴史を振り返ってみれば、他にも恐ろしい自然災害は山ほどある。興味がある人は、各自で調べてみてね。うちのチャンネルでも、過去に自然災害系の動画を取り扱ったことがあるので、よかったらそっちも見ていってほしいな。今回は、ジャンパーワットの人食いトラ、を紹介するぜ。耳慣れない固有名詞が出てきたけど、
ジャンパーワットというのは、ヒマラヤ山のふもとにある町の名前だな。インドやネパールで人を襲って食い続けた虎が、やがて追い詰められて、最後に逃げ込んだ場所がジャンパーワットだったんだ。じゃあ、そのインドとネパールで実在した人食いの虎による食害事件ってことだね。ああ、その被害はあまりにも大きく、殺害された人の数はギネス記録にまで載っているほどなんだぜ。ギネス級の獣害事件、一体どれくらいの人が犠牲になったのよ。どれくらいだと思う？ええ。日本で一番有名な獣害事件との呼び声高い三毛別のヒグマ事件が、確か死傷者の合計が10人くらいだったからな。でもインドって中国に次いで総人口の多さが第2位の国だし、犠牲になる人の多さも桁違いだったりして。おう、良い着眼点だな。ちなみに現時点でのインドの総人口はおよそ 13.8 億人、日本の10倍以上の数字だぜ。ええ、じゃあ思い切って100人。残念。さすがに100人は思い切りすぎたか。正解は436人だぜ。は、というわけで、そんな史上最強の人食いトラがなぜ人間を襲うようになったのか。その経緯から見ていこう。ちょっと待って、理解がまだ追いついていないんだけど。まあ、この人食いトラによる襲撃が認められたのは今より100年以上も前のことだからな。正確な数とは言えないかもしれないが。ははーん、数が誇張されているだけで、実際に被害に遭った人の数はもっと少ないかもしれないってこと？その可能性もあるし、逆に記録には残っていないだけで、もっと大勢が犠牲になっている可能性もある。というか、その可能性が高いと考えられている。何せ、腹の中にすっかり収まってしまえば、はためには犠牲になったかどうかすらわからないからな。恐ろしすぎる。ともあれ、ことの発端は1900年頃。ネパールの密林に足を踏み入れた人々が何者かによって待ち伏せを受け、数十人が犠牲になるという出来事が起こった。ふんふん。当初は悪魔の仕業だの、超自然的な存在によるたたりだの、根も葉もない噂が飛び交ったんだが。まあまだ迷信深い時代だろうしね。しかし、生き延びた人々の証言によって、どうやらこの襲撃の犯人は一頭のベンガルトラである、ということがわかったんだ。それがチャンパーワットの人食いトラ。うむ、後にそう呼ばれることになる。この時点ではまだネームドモンスターではなかったと。最初にこの虎による被害が認められた場所は、ネパールの西側にあるヒマラヤ山脈付近のルパールという村だった。被害の大きさが明らかになると、村にはハンターが送り込まれたんだが、成果は上がらなかったんだね。残念ながらな。後でわかったことだが、このベンガルトラは異様とも言えるほどに賢く、また屈強な肉体を持つメスの個体だったんだ。具体的には、そもそもベンガルトラというのがトラの中でもかなり体格が大きい種類で、オスならば全長が3メートル以上の巨体になることも珍しくない。で、全長3メートルの肉食獣。それもオヒグマと変わりないじゃん。セントバーナード犬を見たことがある人は、あれの大体2倍くらいだと思ってくれ。しかも、猫科の動物の中では最も長い、と言われる10センチ近くの牙を持っていて、体重は性別や環境によって個体差があるが100から250キロほどだ。そんな筋肉の塊に襲われたら、人間なんてひとたまりもないのは明らかだよね。その中でも、このチャンパーワットの人食いトラは、1日に最長30キロ以上の距離を歩いて移動するという持久力を兼ね備えていた。この脅威のスタミナは、ひとたび獲物と定めた人間を追いかけ続けるのにも、逆にハンターから逃げおおせるのにも役に立った。猫科の動物って、最高速度にステータス全振りしている分、持久力とかはあんまりないイメージなんだけど。体に余分な肉や脂肪をつけると、それだけ足が遅くなってしまうからな。なので、彼らの狩りというのは基本的に、序盤にスピードで圧倒して獲物を仕留めるか、体力切れで逃げ切られるかのどちらかになってしまう。草食動物の方が足は遅くても持久力があるんだもんね。だが、このチャンパーワットの人食いトラにはそれが当てはまらなかった。人間という餌を求めて、村から村を渡り歩いては、人々に襲いかかったんだ。唯一の弱点を克服したんだ。そりゃハンター側も苦労するよ。しかも、このトラが狙うのは決まって、若い女性や子供ばかりだった。あれだね。過去にうちのチャンネルで紹介したジェブオーダンの獣にも似たような習性があったよね。狡猾な獣というのは、決して強い獲物の前には姿を見せないからな。彼らは人間と戦っているのではなく、狩りをしているだけだ。
大人の男の人には体力で負けて、逃げられたり反撃されるかもしれない。だから、絶対に殺すことのできる非力な個体にターゲットを絞ったんだね。普通、虎という動物は人間を攻撃することはあっても、餌として狩ることはほとんどない。しかし、ジャンパーワットの人食い虎は何年もかけて人間を狩り続け、そのうちにノウハウを築いていったわけだ。学習する獣、恐ろしすぎる。公的な犠牲者の数が200人を超えた頃、ようやくネパール政府も動き出した。もうだいぶ手遅れになっている感が否めないけど。ネパール政府はなんとハンターではなく国軍を投入して、この虎の対処に当たらせたんだ。とうとう軍隊が出張ってくるレベルか。でも、これでさすがに事態の収拾はついたんじゃないの。ああ、ネパールにおける人食い虎の被害を食い止めることには成功したな。うわぁ、引っかかる言い方だ。というのも、国の軍隊をもってしても、この賢い虎を追い詰めることはできなかったんだ。国の軍隊が1匹の虎に負けた、ってこと？いや、そもそも勝負にならなかった。というのも、虎はなかなか姿を現さず、軍隊に背を向けて逃げ出したからだ。あ、そっか。向こうは人間と戦おうとしているんじゃなくって、あくまで狩りをしているだけだもんね。人食い虎にとってみれば、屈強な成人男性の群れなんてことを構えるだけ無駄なんだよな。わざわざ好き好んで強い個体と戦わなくても、餌になりうる女子供はまだ山のようにいるわけだから。36系逃げるにしかず、だね。ともあれ、ネパール軍によって縄張りを追い出された人食い虎は、今度はインドのクマアウン地方と呼ばれる場所を新たな狩り場に定めた。インドとバッチリすぎる。しかも、人間によって明確に追い詰められた人食い虎は、以前にも増して大胆に狩りを行うようになった。前までは、生活の糧を得るために森に踏み込んできた人間を待ち伏せして殺す、というのが主な狩猟法だったんだが。だが、インドに足を踏み入れてからは、白昼堂々と村の近くを歩き回って、出会い頭に人間を殺すようになったんだ。うっばぁ。追い詰められて逆になりふり構わなくなっちゃってる。そして、いよいよチャンパーワットの人食い虎による被害は、人命の損失のみにとどまらなくなってくる。人が殺される以外の被害が出てきたってこと？ああ、というのも人々が虎に怯えて、生活共同体が成り立たなくなってしまうんだ。どういうこと？先ほども述べたが、当時はまだ森の中で果物や焚き木を拾ったり、仕事用の木材を集めて生活していた時代なんだよな。ああ、だが、藪の中から虎のうなり声のような音が聞こえただけで、人々は怯えて仕事も手につかなくなり、その場から逃げ出してしまうわけだ。おっかなくて家の外に出ることすらためらわれるようになっちゃったんだ。なんかもう聞いていると単なる獣害とかじゃなくて、竜巻とか大雪みたいな災害レベルの話だよね。本当にな。それ、結局どうなったの？ネパールで発見されてから向こう数年経った1907年に、ようやくハンターによって射殺されたぜ。逆に言えば、それだけの期間を生き延びて人間を襲い続けたってことか。このチャンパーワットの人食い虎を倒したハンターは、ジム・コルベットという名前のイギリス人だった。ああそっか、インドって第二次世界大戦後まではイギリスの植民地だもんね。彼はこのチャンパーワットの人食い虎以外にも、何匹もの人食い虎野郎を飼ったことで有名な凄腕のハンターでな。どんだけ人食いの獣がポップアップしてるのよ、インド。先ほども述べたように、本来なら虎野郎などの動物は人間を襲うことはあっても、餌として狙うことは滅多にないんだが。まあそのあたりの事情は動画の最後の方に少し触れるとしてだな。そのコルベットさんは、どうやって人食い虎を仕留めたの？一言で言うと、向こうから襲いかかってきたのを撃退するのではなく、居場所を突き止めて油断しているところに一撃をお見舞いする、という方法を取った。方法。きっかけとなったのは、チャンパーワットの町で16歳の少女が人食い虎の被害に遭い、殺されたという事件だ。人食い虎が少女を食べた際に、その少女の血が虎の体に付着した。ははーん、なるほど。その血の後を追いかけて、人食い虎の居所を突き止めたんだね。そうだ。彼の功績は地元住民らによって確認され、以降はこの人食い虎による食害は止んだわけだが、この数年間で、確認されているだけでもネパールで200人、インドで236人もの人々が犠牲になった。死者数合計436人。改めて見ても桁違いの数字だよ。さて、チャンパーワットの人食い虎に関する事件はこれにて一段落ついたわけだが、この虎の検視を行ったところ、
とある情報が明らかになった。とある情報？右側の剣士が上下とも折れていたんだ。コーベットさんに撃たれた時に折れたのかな？いや、そうじゃない。傷跡は古く、もっとずっと前に折ったものだ。でも、歯が折れるってよっぽどの衝撃だよね。しかも、ベンガルトラの剣士って最大で10センチ以上もあるって話だったし、かなり頑丈なんじゃないの？うむ、ちょっとやそっとの衝撃では欠けたりはしないだろうな。つまり、どういうこと？これは、過去に他のハンターによって撃たれた傷ではないか、という考察がある。ほうほう。そして、このことから、なぜチャンパーワットの人食いトラが人間を襲って食べるようになったのか、その原因が見えてくるんだ。たまたま人間の味を覚えて味を占めた、とかじゃないの？そうだとしても、人間を襲うことのリスクを忘れてしまうわけじゃないだろう。じゃあ、何が原因だって言うのよ。好き好んで人間を襲っていたんじゃない、人間を襲う以外の選択肢がなかったんだ。どういうこと？肉食獣にとって、顎の力の強さってのはそのまま狩りの実力に直結する。一度獲物に食らいついたら絶対に離さない。万が一にも獲物に逃げられるようなことがあっては、ただでさえ少ないスタミナを消費したまま赤字だからな。逆に言えば、顎の力が弱いと獲物に逃げられる可能性が高くなるわけだ。どころか、あらゆる局面で歯を食いしばって力を込める、ことができなくなるよな。もちろん、歯の負傷だから脳にダイレクトで痛みが響くっていうデメリットもある。ということは、チャンパーワットの人食いトラは、過去の負傷でろくに狩りができない体になってしまった。その可能性は十分に考えられる。少なくとも以前のように、生命力の強い野生の草食動物を捕らえることはできなくなっていたに違いない。そんな、だが、そんな彼女にも楽々と狩ることができる、逃げ足の遅くて個体数も豊富な動物がいるわけだ。それが人間だった、ってこと？しかも、過去には人間のハンターに手傷を負わされている。つまり、人間を恨んでいた。どうだかな、果たしてそういう感情を猫科の動物が抱くかどうか。だが、脅威には感じたに違いない。つまり、人間を縄張りから排除しないと、また似たような目に遭わされるかもしれないってことだ。でもさ、こう言うと人間本位に聞こえるけど、自分が縄張りを移動したらよかったじゃない。それこそ、人間がいないようなもっと山奥とか、それができなかったんだよ。今度はどうして？実はな、虎による人間への襲撃事件は19世紀末から急激に増え出した、という見解があるんだ。もちろん、実際に数が増えたのではなくて、それ以前にも襲撃はあったが記録には残されていなかっただけかもしれないけどな。でも、実際にこのチャンパーワットの人食い虎みたいなネームドモンスターが出てきたのも、20世紀のドアタマだもんね。それにさっき、ジム、コルベットさんは何匹もの人食い虎野郎を倒してきたって。なぜ、虎は人間を襲うようになったのか。それは、彼らの暮らす森や草原が、人間の自然開発によって奪われたからだ。ああ、餌となる動物や安心してくつろげる環境が全部、切り開かれてなくなっちゃったのね。今回の事件で人食いトラとなったベンガルトラが暮らしていたのは、ネパールの低湿地帯だ。だが、19世紀末にネパールでクーデターが起こると、イギリスとの干渉地帯となっていたこの湿原の戦略的な価値はなくなって、広く開墾されてしまうんだ。地元の部族が守ってきた自然との調和や生態系のバランスも、完膚なきまでに破壊されて。それが、チャンパーワットの人食いトラを生み出す要因になったと。その可能性がある、というだけの話だ。だが、もしこれが事実だとしたら、皮肉な話だよな。人間の業が生み出した人食いの獣が、人間に牙を剥いて何百人を食い殺したことになる。改めて、自然保護の重要性を感じさせられるね。人間の利便さばかり追求して自然環境をないがしろにしていると、いつかまた第二、第三の人食いトラが現れるかも。ねえ、マリサ、英国の鉄道って、駅とか施設とかかっこいいわよね。そりゃあ、イギリスにとっては歴史的にも鉄道が発展の鍵だからな。産業革命を促進し、郊外の住宅地や通勤者の役に立ち、人気の休暇旅行先を生み出しただけでなく、詩や映画、歌なんかにインスピレーションも与えているしな。いいなぁ、一度でいいからイギリスに鉄道旅行に行ってみたいわ。きっと、風景はもちろん素晴らしい土地が多いし、車窓からイギリスの歴史なんかも感じられるだろうな。でもさぁ、ふと思ったんだけど、そういう技術革新が進められた時って、往々にして悲惨な事故なんかも起きてるわよね。その通り。では、
今回の動画では1830年にイギリスで起きた人類最初の鉄道事故による死亡者ウィリアム・ハスキソンについて紹介していくぜ。ふむふむ、鉄道事故か。でも、これは鉄道事故っていうよりも人の紹介って感じなのかな？まあ、人の紹介も含めてって感じだな。このウィリアム・ハスキソンっていう人はイギリスの政治家で有名な人物だったんだぜ。あ、政治家の人なんだ。その、政治家の人が最初の犠牲者だったというわけだね。まあ正確に言うと、最初の鉄道死亡事故の犠牲者だな。実はこの15年前の1815年7月31日にも鉄道関連での死亡事故が起きていたんだぜ。え、鉄道関連？それってどういうことなのかな？ああ、1815年の事故は実験中の事故だったんだ。イギリスのサンダーランド郊外で、実験段階だった蒸気機関車のボイラーが爆発してしまい、この爆発により見物人など13人から16人が亡くなってしまったんだ。うわ、かなりの大事故だね。ああ、そうだな。だがこの爆発事故は、走行中や営業中の鉄道による事故ではないので、まあ鉄道関連の事故になるってわけだな。あ、なるほどね。ちなみに、話を戻して1830年の鉄道死亡事故の犠牲者であるウィリアム・ハスキソンは乗客ではなくて、招待客だったんだぜ。招待客？それって一体どういうことなのかな？ああ、実はこの鉄道死亡事故が起きたのは、リバプール&マンチェスター鉄道の開業式だったんだ。それで当時の大物政治家だったウィリアム・ハスキソンも招待客として招かれていたんだぜ。え、招待客って VIP 的な人だったってことだよね？まあ、そういう感じの重要な招待客だったのは間違いないと思うぜ。うわ、そんな重要人物が開業式で事故で亡くなってしまうなんて、なんか推理小説とかで出てきそうなシチュエーションだね。さて、どうだろうな。ただこの事故を理解するためにも、当時の鉄道に関する状況やウィリアム・ハスキソンなどについて詳しく説明していくことにしよう。あ、ちょっとあれ言わせて。5本？真実はいつも一つ。気は済んだか？では、ウィリアム・ハスキソンについて、一体どんな人だったのかということについて紹介していくぜ。ふむふむ。さっき言っていたけど、イギリスの大物政治家なんだよね。ああ、その通りだぜ。ウィリアム・ハスキソンは、1770年3月11日生まれのイギリス人の政治家だ。なるほどね。でも大物政治家ってことは、大きな役職についていたりしたのかな？ああ、ウィリアム・ハスキソンは閣僚経験者で、陸軍副大臣や大蔵政務次官などを務めていたこともあるんだぜ。ふむふむ。そうすると確かに大物政治家って感じがするね。そうだな。また、ウィリアム・ハスキソンはウルバーハンプトンの地主の息子で、フランス革命が起きていた時にフランスに住んでいたこともあるんだぜ。へぇ、じゃあフランスからイギリスに帰ってきて政治家になったってことなのかな？まあ、そうだろうな。ウィリアム・ハスキソンがフランスに住んでいたのは、1783年から1792年の間だからな。10代前半から20代前半に住んでいたことになる。なるほどね。それで政治家としては、どんな功績とかがあった人なのかな？ああ、そうだな。一例を挙げると、通商庁長官の時のウィリアム・ハスキソンは自由貿易を推進して、海外から輸入する鉄や石炭、羊毛、麻、コーヒー、ワインなどの関税を減らしたんだ。この自由主義的な経済政策によってイギリス国内の失業率の減少や景気回復、国内消費拡大が達成されたんだ。それはすごいね。またウィリアム・ハスキソンは、ジョージ・カミングを中心とした政治派閥のカミング派の指導者でもあったんだぜ。このカミング派からはホイップ党の重鎮が多く出ていて、首相も務めたメルバーン子爵やパーマストン子爵もカミング派の出身なんだぜ。そう言われると確かに大物政治家って感じがするね。でも今出てきた、ジョージ、カミングとか、ホイップ党っていうのは、有名だったりするのかな？ああ、そうだな。ジョージ、カミングもイギリスの大物政治家の一人だぜ。特にイギリスの力が強大だった、大英帝国の時代を築いた一人として有名なんだ。この、大英帝国の時代というのは、諸説あるんだが、1850年頃から第一世界大戦が始まる1914年頃までを言うんだぜ。なるほど。それは確かに大物政治家だね。また、ジョージ、カミングもウィリアム、ハスキソンと同じく自由主義的な政治家だったので、国内外の進歩派の政治家などから英雄視されていたんだ。
そんな英雄視されるほどなんだ。ところで、この、進歩派っていうのはどういう意味なのかな？ああ、進歩派はざっくり言うと科学技術の進歩や経済の発展を重視する考えの政治家や学者などのグループのことだな。まあ、今では一般的な考え方だけれどもな。ああ、なるほどね。ウィリアム・ハスキソンは、この進歩派のカニング派の指導者だったから、鉄道の開業式に招かれたってことだね。まあ、それはどうだろうな。ただ、ウィリアム・ハスキソンが鉄道などの科学技術に理解のある大物政治家だったことは間違いないと思うぜ。まあ実際にウィリアム・ハスキソンは、リバプール&マンチェスター鉄道に対して熱心に協力した人物だったと言われているんだ。なるほどね。でもこの、リバプール&マンチェスター鉄道の開業式が行われたのって1830年だから、190年くらい前だよね。その頃って鉄道がまだ始まったばかりなのかなって思ったのだけれども、そうだな。ウィリアム・ハスキソンが最初の鉄道死亡事故の被害者だし、まあ初期の頃の事例だな。確かに当時の鉄道の状況などについても説明した方が、事故について理解がしやすいかもな。では、黎明期や初期のイギリスの鉄道史についても紹介していくとしよう。まあそうすると、蒸気機関車が中心になってしまうけどな。ふむふむ。でも確かに最初の頃の昔の鉄道っていうと蒸気機関車をイメージしちゃうよね。それで、蒸気機関車が発明されたのはいつ頃なのかな？ああ、蒸気機関車を発明したのはイギリス人のリチャード・トレビシックという人物で、1802年にペナダレン製鉄所で高圧蒸気機関を台車に乗せたものを開発したんだぜ。なるほど。1802年にはプロトタイプ的な蒸気機関車が作られたってわけだね。ああ、その通りだ。しかし、翌年の1803年にリチャード、トレビシックは蒸気機関の特許を売却してしまったんだ。え、じゃあもうリチャード、トレビシックは蒸気機関車の開発はやめてしまったってことなのかな？いや、リチャード、トレビシックは特許の売却後も蒸気機関車の開発を続けたんだぜ。そして1804年には世界初の蒸気機関車である、ペナダレン号で、10トンの鉄と70人の乗客などを輸送することに成功したんだ。この時の走行距離は約 16km、走行時間は4時間5分というものだったんだぜ。16km を4時間で、めちゃくちゃ遅いね。まあ、本当に初期のものだからな。最初はこんなもんだったんだよ。それにまだ実験的な段階だったから、本格的なものではなかったんだぜ。なるほどね。じゃあ商用化したりするのには、時間がかかったりしたのかな？いや、そこまで時間はかからなかったんだ。イギリスで最初に旅客輸送を行ったオイスターマス鉄道は1807年に開業しているんだぜ。あ、じゃあ、ペナダレン号の3年後には乗客を乗せた鉄道が始まったんだね。そう考えると結構早い感じがするね。まあ、ただこのオイスターマス鉄道は蒸気機関車ではなくて、馬を使った馬車鉄道だけどな。え、蒸気機関車じゃないの？まあ、鉄道の歴史ということなので。そして、最初の商業的に成功した蒸気機関車は、1812年に製作された、サラマンカ号と言われているんだぜ。なるほど。そうすると今度は、ペナダレン号の8年後だね。まあこれくらいの年数はかかりそうな気がするよね。そうかもな。そして1825年に、ストックトン&ダーリントン鉄道が、世界で初めてとなる蒸気機関車による総延長40キロの営業運転を開始したんだぜ。へぇ、1825年に初めての蒸気機関車の営業運転が開始されたんだね。っていうことは、リバプール&マンチェスター鉄道が開業する5年前だよね。そう考えるとかなり近い年代だよね。まさにその通りだな。ちなみに、ストックトン&ダーリントン鉄道と、リバプール&マンチェスター鉄道の両方に、鉄道の父と呼ばれたジョージ・スティーブンソンが関わっていたんだぜ。え、でも発明者はリチャード、トレビシックって人だったよね？ああ、そうだな。ただこのジョージ、スティーブンソンは蒸気機関車を発明した人ではないんだが、蒸気機関車を使った公共鉄道の実用化に成功した人なんだぜ。あ、そういうことだね。この人は実用化とかそういう感じなのかな？まあ、そういう面もあるけれども、基本的には技術者の人だな。また、叩き上げの苦労人でもあったんだぜ。子供の頃から働いていたり、働きながら夜間学校に通って学んでいたりした人なんだ。へえ、そんなところから、鉄道の父と呼ばれるまでになったんだ。すごい人なんだね。そうだな。
だからジョージ、スティーブンソンは、イギリスで苦労して成功した人物として尊敬されているんだぜ。また、ジョージ、スティーブンソンが設立したロバート、スティーブンソン、カンパニー社は、初期の蒸気機関車のほとんどを製造したんだ。ふむふむ。日本で言うと豊臣秀吉みたいな立身出世した人なんだね。まあ、そういうイメージで尊敬されている人物だと理解すると良いと思うぜ。なるほどね。ところで今回の鉄道死亡事故を起こした、リバプール&マンチェスター鉄道はどんな鉄道会社だったのかな？では、リバプール&マンチェスター鉄道についても紹介していくとしよう。さっきも言った通り、ジョージ・スティーブンソンが深く関わっていた鉄道会社なんだ。そして、リバプール&マンチェスター鉄道は世界で最初の実用的な鉄道と評価されていた。ふむふむ、なるほどね。実用性があったと。ああ、これは、リバプール&マンチェスター鉄道の社名の通りでもあるのだが、リバプールの港とマンチェスターとその周辺の工場を結ぶ鉄道だったんだ。この、リバプール&マンチェスター鉄道によって、マンチェスターの工場に原料や部品などの高速輸送が可能になったんだ。なるほど。それで原料などが輸入されてくる港と工場をつなげたわけだね。まさにその通りだな。また、リバプール&マンチェスター鉄道は、自社所有の列車のみで運行することを基本としたんだ。これは今では当たり前に感じるかもしれないが、当時としては初めての試みだった。え、そうなの？なんだか不思議な感じがするね。ああ、当時の他の鉄道会社では、外部から所有者が列車や車両を持ち込んで走行させたりすることを認めていたんだぜ。あ、そうなんだ。今の鉄道会社とはだいぶ違う感じがするね。ああ、そうだな。また他の鉄道会社と違って、ダイヤを製作して、きちんとした運行計画を立てた鉄道会社でもあるんだぜ。え、時刻表とかないのが普通だったの？まあ、当時はまだ鉄道システムが整備されていなかったからな。なるほどね。そういう話を聞くと、リバプール&マンチェスター鉄道が、世界で最初の実用的な鉄道って言われるのもわかる気がするわ。まあ、そうかもな。あと実は、当初は蒸気機関車を採用するか、ケーブル牽引方式を採用するかで検討されていたんだ。そこで会社は、機関車コンテストを行って、このコンテストの結果を考慮して蒸気機関車の採用が決定したという経緯もあったんだ。ふむふむ。そして1830年に開業を迎えるというわけだね。ああ、その通りだ。まあ、開業式の約8ヶ月前の1830年1月に最初の試運転を行っていたんだけどな。この試運転も完了して開業を迎えたという感じだぜ。なるほど。そしてついに人類最初の鉄道死亡事故が起きてしまうんだね。では、1830年9月15日の鉄道死亡事故の当日の詳細について説明していくとしよう。また、この、リバプール&マンチェスター鉄道の開業式にジョージ・スティーブンソンも参加していたんだぜ。え、そうなんだ。鉄道の父も参加していた開業式で人が亡くなってしまったんだね。ああ、そうだな。そしてまた、この事故が起きた線路は、二つの線路に分かれていたんだ。それは、上りと下りとかで伏線だったってこと？いや、そういうわけではなかったんだ。VIP などの来賓を乗せた第一編成用の線路とそれ以外の線路の二つに分けられていたんだ。え、それって一体どういうことなのかな？わざわざ来賓用の線路を作る必要性がよくわからないんだけれども。まあ、そう思うよな。これは来賓の人たちの安全性を確保するための措置だったんだ。来賓用の列車に他の列車が追突しないようにするための対策だったんだぜ。当時は、閉塞方式も採用されていない時代だったので、こういった安全策が取られたってわけだな。ちょっとまだいまいちよくわからないのだけれども。ちなみに、閉塞方式というのは一体どういうものなのかな？ああ、そうだな。この、閉塞方式というのは、線路の一定の区間を一つの列車だけが、走行などをできるようにするシステムのことだな。この、閉塞方式を採用することによって、列車同士の衝突などを防ぐことができるというわけだな。え、なんかそれって当たり前のことだと思うんだけれども、自動車用の道路とかじゃないんだし。あ、まさにそういう感じかもな。閉塞方式がない当時は、普通の道路みたいな感じで鉄道の線路や運行が管理されていたって考えるとわかりやすいかもな。だから、事故を避けるために来賓用の線路を作ったってわけなんだぜ。へぇ。
やっぱりなんか最初の黎明期の頃って、驚くようなことが当たり前に存在していたんだね。まあ、そうかもな。そして、事故で亡くなってしまったウィリアム、ハスキソンは来賓用の列車に乗っていたんだ。ふむふむ。でも来賓用の線路まで用意してたのに、死亡事故が起きてしまったんだよね。ああ、そうだな。この事故が起きたのは、始発のリバプール駅から21キロ地点にあたるパークサイド駅の付近だったんだ。ウィリアム、ハスキソンが乗っていた列車は、パークサイド駅に給水のため停車していた。この時、来賓の乗客たちが列車を勝手に降りて、隣の一般用の線路の先まで歩いて行ってしまうという事態が起きてしまったんだ。え、そんなことをしてしまったの？ああ。そしてウィリアム、ハスキソンも列車を降りて歩いていた一人で、当時の首相だった初代ウェリントン公爵に挨拶しようと線路の上を歩いていた。この時、ウィリアム、ハスキソンが乗っていたのとは別の列車が走ってきたんだ。うわ。でも、ウィリアム、ハスキソンは走ってくる列車に気づかなかったの？ああ、気づくのが遅れてしまったんだ。というのも当時の機関車には汽笛が搭載されていなく、旗で合図や注意喚起をしていたんだ。え、旗で？それ普通に危ないよね。さらに、摩擦によるブレーキも機関車には装備されていなく、これは客車にしか装備されていなかったんだ。また機関車からは動力逆転によるブレーキをかけることができたのだが、これも操作する逆転ハンドルが熱くなったりすることがあるため、手で握れなくなるという欠点があったんだ。当時の鉄道ってすごく危険な気がするのだけれども。まあ、そうだよな。それで結局、列車のブレーキも間に合わず、ウィリアム、ハスキソンは、ロケット号という列車に轢かれて死んでしまったんだ。うわ。この事故って即死だったのかな？ああ。即死ではなかったんだ。事故が起きてすぐに列車で緊急搬送したのだが、ウィリアム、ハスキソンは数時間後に亡くなってしまったんだ。なるほどね。直接的な原因は線路内を歩いていたウィリアム、ハスキソンの不注意だと思うけれども、それでも当時の鉄道はいろいろと安全対策とかが少なかったんだね。まあ、そうだな。やはり黎明期だったので、まだそこまで対応できていなかったというのが実情だと思うぜ。なるほどね。でも、開業式で死亡事故が起きてしまったり、安全対策とかも不足している状況だと、鉄道を使いたい人っていうのは少なくなってしまうんじゃないかな。なんか危険そうだから、当時の鉄道には乗りたくないなって思ったわ。まあ、そう思うのも無理はないよな。だが、結果としてはこの後、イギリスの鉄道は大きな発展を遂げたんだぜ。では、この死亡事故が起きた後のことについても紹介していくぜ。事故を起こした、リバプール&マンチェスター鉄道は、この後、順調に会社を成長させていったんだ。事故の数週間後には、最初の臨時列車が運行され、世界で最初の鉄道郵便の営業が行われるほどだったんだぜ。なるほど。そこまで事故の影響はなかったのかな。まあ、どうだろうな。また、翌年1831年の夏には、何万もの列車が運行されるほどになったんだぜ。本当に大きく発展しているね。ああ、そして他の鉄道会社も大きく発展して、1840年代は、鉄道業時代と呼ばれるほど鉄道への投資が活発になっていたんだ。鉄道会社のバブルが起きたんだ。そんなことになったんだ。ああ、鉄道業時代のバブルの頂点は1846年と言われていて、なんとこの年だけで272の新しい鉄道会社を設立する法案が議会を通過したんだぜ。何そのめちゃくちゃな数字は。また、このバブルによる鉄道会社への巨額の投資によって、イギリスの鉄道網は大きく整備されたんだ。この交通網の発展によって、イギリス国内で新たな旅行文化も生まれたんだぜ。なるほど。確かにそういう需要が生まれるかもね。ああ、そうだな。また、世界初の近代的な旅行会社、トーマス・クック・グループの創業者で、近代ツーリズムの父と呼ばれるトーマス・クックは、1843年に世界最初のパッケージツアーを販売し大きな成功を収めたんだ。へえ、鉄道のバブルを背景にそんなことまで起こったんだね。ちなみにこの、トーマス・クック・グループっていうのは今でもある会社だったりするのかな？トーマス・クック・グループは2019年に破産してしまったけどな。ただ、2017年の旅行部門と子会社の航空会社の売り上げを合算すると、だいたい1兆4800億円くらいにはなるかな。売り上げが1兆円を超えるってすごく大きな会社だよね。まあでも、
こういう事故があったけども、鉄道が発展したことで経済の発展や生活が便利になったわけだしね。それに旅行文化とかも生まれたってことだし、人が事故で亡くなってしまうのはとても大きなことだけれども、あまり悲観的になりすぎるのも良くないのかもね。ただ、当時の鉄道の安全性とかひどくて、怖いなって思ってしまったけれども、本当にその通りだな。なかなか黎明期は安全性の担保などが難しいかもしれないが、改善を繰り返して発展させていくのが大切だと思うぜ。今回は2008年に起きたアンダーセン空軍基地 B に墜落事故を紹介するぜ。耳馴染みない単語があるけれど、なんとなく聞く感じで言うと、どこかの空軍で機体が墜落したのかな。うむ、グアムにあるアメリカの空軍基地で起きた事故だ。幸いにも、死者は出なかったんだが。この B2 というのは、大変高価な機体として知られていてな。高価ってどれくらい？今回の事故で機体が全損した結果、14億ドルの推定損失額になったくらいだぜ。14億ドル？っていうと、1ドルがだいたい130円くらいだから。昔はドルと円の計算はざっくりと1ドル100円くらいでできたんだが、マジで円の価値下がってるよな。ちなみに当時はだいたい1ドル110円くらいだったらしいので、まあざっくり100円で計算しても怒られないだろう。ってことは、ゼロを2つ足して、1400億円以上の損失ってこと？うひゃあ、規模があまりにもデカすぎて逆にピンとこない。このあまりの損失額によって、今回のアンダーセン空軍基地 B に墜落事故は、アメリカ史上最多損失額の墜落事故として名を残すことになるんだぜ。旅客機とかよりも上ってことだね。一体なぜこのような事故が起きてしまったのか、早速いつも通り、その経緯から追いかけていくとしよう。2008年2月23日、太平洋に浮かぶアメリカ領の島グアムの空軍基地より、1機の爆撃機が米国本土へと帰還しようとしていた。それが B2 っていうものすごく高いアメリカ空軍の機体だって話だね。うむ、もう少しこの B2 について掘り下げておくか。正式名称のオスロップ・グラマン B2、通称スピリットと呼ばれるこの爆撃機は、アメリカ空軍の保有するステルス戦略爆撃機だ。ステルスって言うと、相手のレーダーに見つからない特殊な航空機の性能のことだよね。つまり、相手に見つからずに上空から爆弾を落として、戦車とか施設にダメージを与える戦略的な航空機ってことだ。ああ、その通りだ。冷戦末期に生まれたこの機体は、本来は旧ソ連への攻撃手段として開発されたものだった。非常に高性能で航続距離も長く、それに比例して開発費用も桁違いとなってしまった。一説には、同じ重さの金と価格も同じ、って話もあるんだぜ。ええ、同じ重さの金塊と同じ値段。だが、冷戦末期に生まれたという事実は、言い換えれば、この機体が作られてすぐに冷戦が終わってしまった、ということだ。あ、もともとは132機の製造が予定されていたが、冷戦が終結して主戦場を失い、また開発費用だけではなく維持費もかさむ事実が明らかになった。維持費ってそんなにかかるの？なんと、1時間飛行すると、その整備のために数時間が必要になる。コスパ悪。加えて、このステルス機能を保つためには、7年ごとに温度と湿度が管理された空間でコーティングの再塗装が必要になるんだ。こういった理由で、最終的には試作機を含めた21機のみの生産に止まったんだぜ。つまり、この世に21機しかない光学戦闘機ってことか。うわぁ、これの全損はきちいなぁ。まあ、悲しいことに、冷戦が終わってから世界に平和が訪れたかというと、そんなこともなかったからな。1999年のコソボ紛争など、実戦で投入する機会はあったんだぜ。必ずしも作り損にはならなかったってことだね。さて、そんな B2 スピリットのうち1機が、グアムから本土に帰るところだったが。そもそも、どうしてそんな高額な機体が、わざわざ離れたグアムにあったの？高価なものほど、できるだけ手元に置いておきたいのが人の心ってもんじゃない。まあ個人的な宝物とかならそうかもしれないが。まあ簡単に説明すると、太平洋アジア地域におけるアメリカ空軍の拠点で任務があったんだぜ。ああ、兵隊さんとかが戦地に派遣されて駐在するみたいなノリで、戦闘機もここに一時的に配備されていたのかな。で、その4ヶ月間にも及ぶ任務を終えた帰りのタイミングで、墜落事故が起きてしまったんだ。なんてついてない？
ビーニスピリットは、アメリカ合衆国中西部にあるミズーリ州の空軍基地への帰還に向けて、滑走路から飛び出した。だが、離陸したその直後に、機体はコントロールを失ってしまったんだぜ。一体どうして?制御不能に陥った原因は、もう少し後で詳しく説明するとして、乗り合わせていた2名の空軍兵士は、どうにか制御を取り戻そうとするも、離陸直後ということもあって、機体はそれほど高度を確保できておらず、すぐに離脱しなければ自分の命も危ぶまれる状況であった。運億ドルの機体だけど、これは命を優先しても許されるよね。2名はすぐさま座席を緊急脱出させて離脱するも、やはり高度が十分でなかったためか、うち1名は背中に重傷を負って入院する羽目になった。が、結果的には2人とも、命には別状がなかった。ほ?そこは不幸中の幸いだね。だが、制御を失い、パイロットも離脱した B にはそのまま墜落してしまう。墜落後は炎上によって機体全損、戦術の通り、アメリカに14億ドルという莫大な負債を背負わせる結果となったんだぜ。さて、今回の事故を受けて、当然ながら米空軍は大慌てだ。まあそりゃそうだよね。14億ドルはマジで聞いたことない額だもん。損失もそうだが、なぜ制御を失ったのか、の原因が判明するまで、他の B2 を飛ばすことができないだろ。あ、そっか。例えば、製造時点で致命的な欠陥があったとしたら、他の機体でも似たような事故が起きるかもしれないもんね。それがあるかどうかわかるまでは、同じ機体は飛ばせないと。この事故を受けて、すでにアンダーセン空軍基地を離陸していた別の機体も、すぐさま引き返す羽目になった。また、B2 は前機が一時飛行停止扱いとなり、運用再開まで1ヶ月以上の期間を空けることになったんだぜ。でも、ってことはその1ヶ月ちょいの期間で、事故の原因はちゃんと判明したんだね。うむ、一言で原因を言い表すのなら、グアムの気候、だな。グアムの気候?東南アジアの島々の例に漏れず、湿度も平均気温も非常に高い。雨季にはスコールだって降るよな。精密機械には最悪の環境だね。アメリカ空軍の技術の域を集めた超光学戦闘機というだけあって、当然ながら機体にもセンサーだのコンピュータだのが搭載されている。まあ、むしろ現代でそういうのがついていない航空機の方が珍しいもんね。で、この事故機はグアム滞在期間中に、激しい雨に打たれていたことが、記録によって判明しているんだぜ。ああ、なんとなく察したわ。この時の雨が機体内部に侵入して結露し、センサーの動作を阻害したんだ。動作が阻害されたセンサーは、実際の飛行状況とは異なるデータを出力してコックピットに送信する。そして、その誤ったデータを反映したコックピットは、本来必要なスピードよりも時速22キロほど遅い速度で離陸してしまった。なるほどね。水分で狂ったセンサーの数字を、コンピューターがそのまま自動で計算して、実際の空の状況とは違う想定で発信させちゃったんだ。あとは単純だな。離陸時に十分なスピードがなければ、飛行機は飛び立つことができない。それでも、センサーの出力した誤った数字を信じて、無理やりに飛び立とうとするものだから、混乱した機体がどんどん制御を失うわけだ。それでそのまま地面にドカン、か。なんというか、オートパイロットも考えものだね。うちのチャンネルで紹介した過去の飛行機の墜落事故でも、センサーの計算がおかしくなって、その間違った数値に従ったオートパイロットのせいで墜落、みたいな話とかあったし。船や飛行機の事故を、わかりやすいように車の事故に置き換える例えはよくあるんだが、こうなると自動運転の導入がどれだけ難しいかもよくわかるな。多分、何も問題がない道路状況、だったら問題なく運転ができるんだろうね。でも人間はいろんな間違いを犯す生き物だから、信号を無視して道路に出てくる危険な歩行者や、道路にゴミを捨てるアホみたいなのが要素として出てくると、そういうエラーを全部網羅しておかないと、今回みたいな事故になってしまうんだ。まあ、とはいえ、精密機器を搭載した機体を高温多湿の環境に持っていくことのリスクの検討が不十分だった、といえば、それもそうなんだけどな。豪雨によって機体の内部に水分が侵入して結露するって、別にグアムじゃなくても起こりうる状況なわけだし。ああ、言われてみれば。むしろ太平洋諸地域なんて米軍にとってはかなり重要な戦略ポイントなんだから、その環境で今回のような事故が起こる可能性があった、というのはかなり低体ぜ。お金の損失がでかいのはもちろんだけど、人が死ななかったのが本当に良かったよ。
ともあれ、実戦で一度も撃墜されたことのなかった無敵の超光学爆撃機ビーニスピリットを沈めたのは、敵国の超技術ではなく、電気系統のトラブルだったってわけだ。精密機械の保管環境って大事だね。この動画が終わったら、ちょっと PC 周り整理しとこうっと。今回は1960年に起こったチリ大地震を紹介するぜ。わざわざ大地震っていうくらいなんだから、かなり規模のでかい地震だったんでしょうね。うむ、観測史上世界最大のマグニチュード 9.5 を叩き出している。9.5。ちなみに、東日本大震災はマグニチュード 9.0 で、観測史上4番目のでかさだな。それを聞くと、逆に東日本大震災って本当にヤバかったんだね。って思うわ。東日本大震災については、地震の規模ももちろんそうだが、津波や原発事故、インフラ壊滅などの様々な二次災害を総合した上で、記録的な大災害とされているからな。だが、地震単体のデカさだけで言えば、このチリ大地震はそれを上回っているというわけだ。そんな世界最大の地震が、まさか20世紀に起こっていただなんて。まあ、あくまで観測史上の最大だからな。地震のメカニズムが研究され、震度やマグニチュードといった数値が計測されるようになったのは比較的最近の話だ。それでも、地震の規模で言うと東日本大震災より上なんでしょ。まあそうだな。あまりのデカさに、太平洋を挟んで向こうの東南アジアの島々、当時の日本にまで津波が及んだって話だ。もはや被害規模がチリだけにとどまらないんだね。前置きが少し長くなってしまったが、早速この地震について詳しく紹介していくとしよう。西暦1960年、日本の元号では昭和35年の5月22日のことだった。南アメリカ大陸の南西部にあるチリ共和国近海で、その地震は発生した。チリって言うとさ、あの南北に細長い国でしょ。世界地図とかぼんやり眺めてると、妙に印象に残るんだよね。うむ、南アメリカ大陸の太平洋側の海岸を半分近く独占している海洋国家だな。震源地は、このチリ共和国の中部にあるバルディビアという都市の近くだった。このため、バルディビア地震、という呼ばれ方をすることもある。そこで、マグニチュード 9.5 の超ド級の地震が、震源域は長さにしておよそ1000キロ、幅200キロほどにも及んだとのことだ。つまり、それくらいの範囲の地盤が一気にずれたり振動したりして、地震が起きたということだな。全身ですら、マグニチュード7前後の地震が立て続けにあったと記録されている。世界最大の地震ともなると、その予兆ですらマグニチュード7か。ヘビー級ボクサーのジャブが余裕で100キロ超えてる、みたいな話だわ。当然、この地震によってチリは壊滅的被害を受けた。数々の都市が崩壊、直接的な犠牲者だけでも1743名、負傷者667名を数えた。さらには、本震発生から15分後には18メートルにも及ぶ津波が発生、またチリ南部にある火山群の噴火を誘発するなど、二次災害も激しかったんだぜ。確か、チリって日本と同じ環太平洋造山帯ってのに属していて、活火山の噴火や地震が多いんだよね。お、よく知っているな。その通り、太平洋を囲むように展開する大陸の内側や島国には、世界の活火山の約6割が集中しているんだ。二つの異なるプレートが折り重なっているために、地震の発生も非常に多い。日本に住んでいると忘れがちだけど、そういえばこの国って地震大国なんだよね。ヨーロッパの人からすると、あいつらなんで地震に全然動じないんだ。みたいな感じで、奇妙に見えるらしいし。ともあれ、この地震におけるチリ国内での被害は激しいものだったが、これほどの規模の大地震ともなると、他国への影響もまた激しかった。冒頭でも語った通り、地球のほとんど裏側にある日本にまで、高さ数メートルの津波が届くほどだったんだ。海外で地震が起きた時にたまに聞く話なんだけど、太平洋って津波を遮る陸地がほとんどないんだってね。だから、海を挟んで向こうにある国や島に、ダイレクトで津波が届いちゃうっていう。そうだな、雨が降った後の水たまりの端っこで、水を振動させてみるとよくわかるぜ。今回の地震で言うと、本震によって発生した津波は、平均時速750キロものスピードで太平洋を横断し、およそ15時間ほどでハワイ諸島に到達するんだ。平均時速750キロ。これがどれくらいの速さかというと、そうだな。
一般的に、音速を時速に変換した場合、時速 1225km ほどと言われているから。音速の半分強か？改めて、津波って被害範囲やダメージもそうだけど、何よりその速さが恐ろしいよね。東日本大震災の時に、高さ10メートルの津波の恐ろしさを例えた話があったのを思い出すよ。ああ、マイケル・ジョーダンがジャンプした高さの3倍の身長を持つ、300人の関取の軍団が、ウサイン・ボルトの3倍の速さで突撃してくる。ってやつな。そりゃあコンクリートの建物なんかひとたまりもないわけだぜ。しかも、その津波はただの水じゃなくって、土砂や瓦礫を大量に含んでいるから、巻き込まれたらひとたまりもないんだよね。それで言うと、このチリ地震の時の津波はどんなものだったの？まず、津波が最初に到達したハワイ諸島の話をしておくか。ここでは、最大で10メートルほどの高さにもなる津波が観測された。この津波の被害によって、61名が死亡しているとのことだ。地震が津波を起こして、遠く離れた海の向こうにまで届くって、かなり信じられない出来事だよね。また日本で言うと、チリ地震津波、と気象庁が個別に名付けるほどの大津波に見舞われてな。どうやら海底の地形などによって反射した複数の津波が、ちょうど日本のある位置に集中したとのことでな。比較するのもなんだが、被害規模はハワイの比ではなかった。そんなに。チリ本国での地震発生から22時間ほど経過した5月24日の早朝、最大で6メートルほどにもなる津波が、三陸海岸を中心に全国的に襲いかかったんだ。死者、行方不明者が合わせて142名、負傷者855名、罹災世帯は3万1120件にも及んだ。うっわぁ。自分の国で起きた地震の津波ってわけでもないのに、この被害。それこそ北は北海道、南は沖縄に至るまで、太平洋沿岸の各地が丸々被害に遭ったからな。一説には、被害規模が大きくなった要因の一つとして、地震そのものを体感したわけではなかったため、気象庁や市民の対応が遅れた、って話だ。ああ、なるほど。さすがに地震大国の国民として、地震が起きた時に津波に備えなきゃ。ってのは危機意識として根付いてるけど、一揺れもしてないのに海の向こうから大津波が来るらしい。って言われても、いまいちピンとこないというか、実感がないもんね。半信半疑でいるうちに避難や対応が遅れ、より多くの人が巻き込まれてしまったということだな。過去にも、南米で発生した大地震が日本にまで津波を届かせた例は、決して少なくないんだが、教訓として人々の記憶に残ってはいなかった、ってわけだ。残念ながらな。ともあれ、この早朝の津波によってダメージを受けた日本は、北海道と東北各地だけでも358億円ほどの被害額が発生し、その対応に追われることになる。とげー。災害によって生じる被害額ってある程度しょうがない部分はあると思ってるんだけど、やっぱり海向こうの地震でこんなに被害額が生まれるのって理不尽だよ。この津波の被害を受けて、太平洋沿岸各地では防潮設備の拡充にも力を入れることになった。特に、普段から津波被害の多かったとある地域では、10メートルにも及ぶ巨大防潮堤を建造していてな。そこでは、今回のチリ地震津波でも一切の被害が出なかったということで、防潮堤の重要さに関する意識を人々に根付かせる一つの大きな要因になったんだ。へぇ、やっぱり事前の津波対策って効果あるんだねー。まあ、実際には防潮堤の効果があったというよりも、たまたまそこまで津波が届かなかっただけなんだけどな。あ、なんだ。とはいえ、あそこは防潮堤があるから津波があっても無事だった、と、印象付けるには一役買ったわけだし、結果オーライだよ。加えて、今回の津波で海の向こうで起きた地震による津波の被害、に対する認識が改められてな。特に気象庁などは、ハワイの当該施設と連携して津波の警報、注意報を出すようにするなど、太平洋の向こう側の地震、津波に対する防壁を強化したんだ。おう、ちゃんと予防策をアップデートしている。やっぱり事故や災害って、それによって得た教訓を次に生かすのが大事だもんね。ともあれ、チリ地震に関する紹介はこんなところかな。世界的な規模の地震というだけあって、日本やハワイ諸島以外にも、ニュージーランドやアメリカなど多くの国々が多かれ少なかれ被害を被った災害だったわけだが、天災は忘れた頃にやってくる、ってよく言うからね。私たちも、防災グッズの見直しや緊急避難先の確認など、普段からの地震への備えを忘れないようにしよう。
2020年くらいにツイッターでめちゃくちゃ拡散されてた、海外の爆発事故って何だったの？それは、レバノンベイルート港大爆発、だな。同じ現代で起きているとは思えないくらいの大きな爆発映像だったことは覚えているわ。核爆発以外で史上最大規模の爆発とまで言われているくらいだからな。というわけで今回は、レバノンベイルート港大爆発、について解説するぜ。あの時ツイッターで拡散された爆発映像の理由が解き明かされるわ。この爆発事故は、中東のレバノン共和国、通称レバノン、の首都にあるベイルート港、で2020年8月4日18時頃に発生した爆発事故なんだ。2年前くらいだけど、もうコロナ禍での話よね。この爆発で、都市の半分以上が被害を受けて218人が死亡、7000人以上が負傷して最大で30万人の家が破壊されて住む場所を失ったぜ。爆発の後の住民の映像も拡散されてたけど、本当に瓦礫だらけでひどいものだったわ。この巨大な爆発が起きる前に小さな爆発が発生して、炎と煙が立ち上って花火のような光が目撃されていたんだ。印象に残っているのは最初の爆発じゃなくて、その次の爆発かしら。おそらくそうだろうな。2回目の爆発は1回目よりもはるかに巨大な爆発で、爆発による衝撃はベイルートの中心部を揺さぶるもので、マグニチュード 3.3 の地震に匹敵する揺れがあったんだぜ。爆発で揺れが起きるって、自然災害レベルじゃない。火山の噴火以上の爆発威力で、核爆発の10分の1の威力はあったらしいからな。なんて爆発規模なの、というか核爆発がこれの10倍って。この爆発の衝撃波で爆風が起きて、その爆風はイスラエル北部と 240km 離れたキプロスでも観測されたんだ。しかも、宇宙空間にまで届いていたらしいから、この爆発の規模の恐ろしさがわかるな。現地でその爆破を見た人や、周辺に住んでいた人たちは爆発の恐ろしさやその影響を受けていたかもしれないわね。この爆発はもちろん、多くの人に被害の影響があったが、1回目の爆発によって火災の消火に当たっていた消防士が行方不明になったり、2回目の爆発で亡くなってしまった人が大勢いるんだ。爆発が2回起こるなんて普通考えないものね。その後、救助活動が行われたんだが、どの病院もすぐにパンクしてしまうほど、患者が多かったんだ。患者、病気が流行っていたのかしら。冒頭で自分でコロナ禍の話って言ってなかったか、コロナが流行っているから病院も逼迫していたんだ。そうだ、自分で言っていたわ。コロナ禍にこんな重大な事故が起きるなんて本当に大変だわ。日本を含め、多くの国は支援を行ったが、ベイルート港の倉庫には穀物などの食料も保管されていて、それが消し飛んでしまったんだ。めちゃくちゃ重要な港じゃない。市で備蓄していた穀物のうち、85% を占めていたため、その後の市民の生活にも大きく影響したんだ。爆発の影響を受けなくとも、その後の仕事とかで大きく影響を受ける人も多そうね。東地中海で最も大きく発着数の多い港だから爆発したら本当にヤバいんだぜ。もう、爆発しちゃったじゃない。救助活動が行われたって話したが、実際爆発時この救助活動は難航して、さらに病院はパンク状態。そんな中、1ヶ月も瓦礫に埋まったままの状態で生存して、救助された人もいたらしいからな。すごい生命力だわ。コロナ禍で病院が逼迫してただけじゃなくて、爆発によって9つもの主要病院が損害を受けていたことも大きく影響しているな。本当に踏んだり蹴ったりね。その他にも、5万の家屋、178の学校が損害を受けているぜ。マンションとかも崩壊してたものね。実は、その頃ニュースで話題になっていたカルロス・ゴーンの自宅も爆発によって被害を受けていたんだぜ。ゴーンさん、なんか、国外逃亡とか色々言われていたわよね。無事だったのかしら。当時、ゴーン夫妻は外出していたから被害は出なかったんだ。建物や車には大きな被害が出たものの、警備員や使用人にも怪我はなかったぜ。それならよかったわ。当時、ベイルートにある BBC 支局でオンラインの取材をしていたんだ。そこで、ベイルート側の女性記者の音声が一瞬無音になって、その直後爆発音とともに、吹き飛ばされる様子が映されていたんだぜ。その様子を見てた側は何が起こったのか理解できないでしょうね。そうなんだ。地震か何かが起きたと勘違いしていたらしいぜ。その後に、取材に出た BBC スタッフは、車に乗り込むと空から粉々になったガラスが降り注いでいたと発言していて、その爆発の異常さが伺えるぜ。想像もつかないわよ。
夕方遅くになっても煙が上がり続けていて、電力施設も爆発によって被害を受けたことで街全体が暗くなっていて歩き回るのが困難だったらしいぜ。しかも、街を歩く人は血まみれだったらしいからな。しかも、2キロ離れたショッピングセンターも、外観が粉々になっているレベルだったからな。これだけ、大きな爆発事故になったけど何かしら原因はあったわけでしょ。一体何があったのかしら。事故直後のレバノンの国営メディアは、事故の発生を花火倉庫で爆発が起こった、と報道していたんだが、他の報道機関は石油貯蔵施設と化学薬品貯蔵施設で爆発が起こったと報道していて、爆発の原因はすぐには特定されなかったんだ。これだけ大きな爆発ならおおよその目処とか、爆発の原因がわかる気がするんだけど、実は、かなりの大きさを誇るベイルート港は賄賂や輸入品の過小評価による関税逃れなどの長年にわたる汚職が報告されていて、アリババと40人の盗賊の洞窟、という異名までついているんだ。こんなに綺麗で大きい港なのに、その内情は汚かったのね。2010年代前半に国土交通大臣が行った試算では、ベイルート港における脱税額は年15億ドルにもなっていたんだ。汚職とか脱税が横行していたのは分かったけど、それと爆発にはどんな関係があるの？実は、2014年に不法な運航を行っていたモルドバの貨物船から、硝酸アンモニウムを没収していたんだ。その没収した硝酸アンモニウムによって爆発が引き起こされたんだぜ。爆発発生から6年前に没収したものがなんで今更爆発するの？その硝酸アンモニウムは、港付近の陸地で保管されていたんだが、硝酸アンモニウムは6年もの間、適切な安全対策がなされることなく保管されていたんだ。そして、硝酸アンモニウムが保管されていた倉庫の外壁の溶接作業中に爆発が起きてしまったんだ。ええ。その保管をしていたのってどこの企業なの？硝酸アンモニウムを保管していたのは政府なんだぜ。その保管の管理体制がずさんだったんだが、そもそも人口密集地域に保管することがありえないことで、その上大量の危険物を一箇所に保管することも非常識な方法だったんだぜ。よく考えなくても、それくらい一般人でも思いつくわよね。しかも、貨物船から没収したものだったら本当に大量だったんじゃないの。2750トンもの硝酸アンモニウムが保管されていたんだぜ。想像もつかないような量だったわ。しかも、時間経過とともに湿気を吸って固まった硝酸アンモニウムは爆発のリスクが大きくなると同時に、爆発の激しさも増すんだ。だから、この硝酸アンモニウムは移動しないとベイルート全体が吹き飛ばされることになると複数の検査官が警告していたのにもかかわらず、政府は全く対応しなかったんだぜ。そりゃ海の近くに保管していたら湿気もたまるわよね。しかも、他にも問題は山のようにあるし。その結果、夏季現金の倉庫で溶接作業をしてた作業員も、倉庫付近にいた人は跡形もなく肉片になってしまったぜ。これだけ大きな被害になっているのだから、まあそうなるわよね。アンモニウムは水素に似た性質があり、硝酸塩は酸素に似た性質を持つんだ。ちょっと待って、それやばい爆発起こる要素がたっぷりじゃない。そんなやばい物質が大量にあったら、これだけの爆発を起こすのは必然なんだ。硝酸アンモニウムは肥料にも使われるが、爆薬の材料にもなる物質なんだぜ。つまり、この硝酸アンモニウムは燃料と酸化剤の両方があるようなものってことなんだ。酸化剤は炎に酸素を送り込んで、その勢いを増すわよね。2回の爆発が起きたのもそういったことが要因ではありそうね。その通りだぜ。170度で融解する硝酸アンモニウムは、溶接作業中に引火して1回目の爆発が起き、その後にさっき説明したような化学反応が起きて大きな火の玉が発生して大爆発につながってしまったんだ。硝酸アンモニウムのことがわかっていれば、その倉庫の危険性は十分にわかると思うのだけれどね。まあ、まさか爆発するわけないといった考えが生んだ人的事故だな。爆発現場の地面にも、幅124メートル、深さ43メートルのクレーターが形成されたんだぜ。しかも、爆発によって酸化窒素やアンモニアといった有毒ガスも出るから、それによって被害や後遺症なども残った人もいただろうな。この爆発を引き起こす原因にもなったレバノン政府はしっかり責任を取るべきだわ。事故後は、必要な措置を取らずに危険物を放置し続けていた、として首相と、担当官僚ら4人を訴追しているぜ。以前にも、硝酸アンモニウムの倉庫の危険性について指摘されていたのに何もしなかったんだから当たり前よね。このような、
政府の安全管理に対するずさんさや、指摘されたにもかかわらず見て見ぬふりを突き通した政府の怠慢さを公開されると、市民は激怒して、大規模な反政府デモに拡大したんだ。そりゃ市民も怒るわよ。これだけの被害になってるんだから。爆発が起こる前から、反政府デモの活動は活発にあったんだ。でも、爆発時後期にさらに反政府デモが大きくなってしまい、そのデモ活動で警察官が命を落としたり多くの負傷者が出てしまったりしているんだぜ。爆発で被害者がたくさん出たから、もうこれ以上は犠牲者や被害者は出てほしくないわ。でも、そういうわけにもいかないほどの状況なのかしら。レバノンは政治的問題がかなり大きいからな。その後も、政府省庁や銀行協会がデモ隊に占拠されるなど、ベイルートはカオスな状態に陥ってしまっているぜ。早く元通りのレバノンになってほしいわね。そうも簡単にいかないんだぜ。この爆発事故に関係している政治家などは辞職はしているものの、その後の調査や取り調べは全く行われず、市民は政府への不信感を募らせるばかりなんだ。ベイルートの復興自体も、完全に復興するには、あと何年かかるのか見当もつかないほどなんだ。これからは、再発防止とか安全管理とかに努めてほしいわね。権力者の汚職なども原因ではあるから、まずはクリーンな政治体制を敷いてほしいな。今回は、観測史上最大の高さ524メートルの津波を記録した陸屋湾大津波をはじめとして、歴史に残るいくつかの大津波について紹介していくぜ。500メートル以上の高さの大津波。それはもはや、津波というより別次元の何かでしょ？一体どんな大災害が原因で、そんな凄まじい津波が起きたの？原因となる災害はもちろんあったが、それ以上にもともとこの陸屋湾というのが、巨大津波の起きやすい環境だったみたいだな。あ、そうなんだ。そもそもどこにある場所なの？アメリカ合衆国の最北端、アラスカ州だ。アラスカ州って言うと、確かカナダの左側にある飛び地のことだよね。うむ、アメリカの国土ではあるが、気候や環境はロシアや北極などに近いという特殊な土地だ。というか、かつてはロシア帝国の領土だったものを、アメリカが買い取ったんだよな。ってことは結構寒いんだ。ニューシーゼンはエスキモーやインディアンの暮らしていた極寒の土地で、面積の 95% 以上が氷河やフィヨルド、森林などの自然で構成されているんだぜ。へぇ、そうなんだ。と、少し話がずれてしまったが、そんなアラスカ州の州都ジュノーから西に約 200km ほど進んだ場所に、この陸屋湾はある。湾、とはいうものの、岩盤が氷河に削られて形成された、非常に急峻なフィヨルドでな。要するに、山の斜面が削られてできた U 字谷みたいなものかな。それも、とんでもなく深くて大きな谷だ。しかもこの陸屋湾は、奥行きが約 11km に対して幅が約 3km と非常に細長く、さらに奥に行くと T 字になっていた。つまり、この T 字の左右から細い谷側に氷河が流れ込んでくる構造だったというわけだな。ってことは、何かの拍子に、その左右から氷河が一気に溶けたり崩れたりすると、T 字路の両側から大量の氷や海水が流れ込んで合流し、凄まじい勢いで下に流れていくことになる。それで、大津波に派生したってわけか。そして、この津波が起きるきっかけとなったのが、マグニチュード 7.7 にもなる大地震だった。うわ、それまた大きいね。ただ、この津波はただ地震が起きて海面が揺れたとか、海底で地盤の隆起があっただとか、そういうわけではなくてな。まずはこの大地震と津波の関係について、少し見ていくことにしようか。1958年7月9日、アメリカ合衆国のアラスカ州を中心に、マグニチュードの推定が最低でも 7.7 を上回るという大地震が発生した。普通は、さっきマリサが言ったような原因で津波が起きるってイメージだけど、今回の陸屋湾大津波は、一味違うんだぜ。この地震で、まずフィヨルドの湾の奥で大規模な山体崩壊が起きたんだ。振動や衝撃で、山自体が崩れちゃったと。随分大きな地震だったんだね。うむ。この山体崩壊によって生まれた大量の瓦礫や土砂、あるいは氷塊などが海になだれ込んだ。あ、もしかして。そう、この山体崩壊によって巨大な水しぶきが発生した上に、湾内の海水が一気に底上げされてしまったんだよ。うわぁ、そういうことか。ちょうど、お湯を張った浴槽に人間が浸かるみたいなことだね。
この山体崩壊では、合計で推定3000万立方メートルもの落石が一度に湾内に降り注いだ。そして、当時この湾内には3隻の漁船が訪れていたという。うわぁ、すぐ逃げて。この漁船に乗っていた漁師のうち、陸や湾大津波から奇跡的に生還した方の証言によれば、高さ15から23メートル相当の巨大な水の壁、が湾内を巡ったという。大量の海水は、周囲の岩石や樹木を押し流し、当然彼らの乗っていた漁船も。よくその人たちは、その極限の状況から生きて帰ってこれたね。幸運にも、一時は樹木ほどの高さにまで押し流された漁船だったが、幸いにもその後に再び湾内に戻ってこれたんだそうだ。しかし、残りの2隻はあっという間に押し流されてしまい、そのうち1隻は沈没して、2名の乗組員が帰らぬ人となってしまった。おう。ただ、沈没しなかった2隻の漁船の乗組員は、いずれも無事に生還している。九死に一生を得るってレベルじゃないわ。まあ津波の規模だけ聞くとそう感じるのも無理はないな。というか、そもそもこの地震なんだが、当時のアラスカは今以上に未踏の地で、これ以外の人的被害は確認されていないそうだ。そもそも人があんまり住んでいない場所で、漁船くらいしか用事がなかったんだね。しかし、津波によって押し上げられた大量の海水は、勢いのままに山肌を削り、樹木をなぎ倒した。このおかげで陸や湾は地形が変わったのかと思うほどに様変わりし、また沿岸では最大500メートル以上の大津波が押し寄せた。冒頭で触れた観測史上最大の524メートルという数字だが、これは押し倒された樹木の痕跡から推定したものだそうだ。山を削って樹木をなぎ倒すって、凄まじい威力だよね。というか、聞いている感じだと、この陸や湾って結構ちょっとの揺れでも激しい津波に派生しそうな地形じゃない。お、鋭いな。実は、この524メートルという異様な数字はともあれ、巨大津波という括りだと結構頻繁に起きている。過去120年間で、なんと5回も巨大津波が発生しているんだぜ。やっぱり、観測史上最大、という言葉を使ったのも、おそらくはこれよりも大きな津波が過去にも起きているだろうと容易に推測できるからだ。先住民の話では、遥か昔にも巨大な津波が起きていたという言い伝えもある。むしろ、何度も何度も山体崩壊や巨大津波を経験して、この特殊な地形が生まれたんだろうね。そうかもしれないな。さて、ここからは他の巨大津波の例をいくつか見ていくことにしよう。次に紹介するのは、自由の女神像、とほぼ同じ高さの津波だった、と言われる、グリーンランドの漁村を襲った巨大津波だ。東京ドーム一杯分、みたいな表現のアメリカ版だ。というか、自由の女神像って高さはどれくらいなの？台座部分を含めて、ざっくり93メートルだな。でか。さて、グリーンランドといえばカナダの上、その大部分が北極圏に属すると言われる世界最北の陸地、にして世界最大の島、だな。一応デンマークの領土ということになっているが、人が住んでいるのはほとんど沿岸部で、土地のおよそ 80% が氷床と万年床に覆われている極寒の地だ。おう。さっきのアラスカ州に負けじと劣らぬ環境だわ。土地柄、先ほどの陸や湾大津波で出てきたフィヨルドも多いが、しかし陸や湾と比べるとそこまで津波が多い場所というわけでもなかった。そんな場所で、自由の女神像クラスの高さの津波が、一体何があったんだろう？原因としては先ほどと大体同じで、地震とそれによる地滑りだな。2017年6月17日夜、ウマナック島沖を震源地とするマグニチュード 4.0 の地震が発生したんだ。このためにフィヨルドで巨大な地滑りが起きて、剥がれ落ちた岩盤が1キロほどの水しぶきを上げて、近くの漁村に襲いかかったってわけだな。マジで同じじゃん。このために、ウマナック島の漁村では11軒の家屋が押し流され、4人が命を落とすことになってしまった。次に紹介するのは、インドネシアの記録上最初の巨大津波と言われる、1674年にアンボン島を襲った津波についてだ。またかなり遡ったね。というか、その時代のインドネシアって植民地じゃなかった。お、詳しいな。霊夢の言う通り、インドネシアは17世紀初頭よりオランダによる植民地支配を受けていた。確か、オランダ東インド会社っていうのが香辛料を求めてやってきたんだよね。ああ、香辛料の生産地を求めてアジアを目指した西洋諸国のうち、先にこの地に至ったのは大航海時代の先駆者ポルトガルや、ライバルのイギリスだったが、オランダは彼らを競争で蹴落として、インドネシアの島々の利益を独占するんだ。
このアンボン島でも、アンボイナ事件をはじめとした外国人の排除が積極的に行われていたという。ともかく、そのアンボン島で津波が起きたと。1674年2月17日、マルク諸島で発生した地震によって起こされた津波は、約328フィートもの巨大津波となってアンボン島に押し寄せた。1フィートがだいたい30センチくらいだから、328フィートとなると、ほぼ100メートルだな。うわぁ、こっちもか。先に挙げた2つの例と違い、こちらでは2000人以上が死亡したと言われている。さて、次に紹介するのは津波といえば避けては通れない、同じくインドネシアのスマトラ沖地震の津波だ。ああ、2000年に入ってから起きたやつだよね。最近うちのチャンネルでも動画化したばかりだから、よく覚えてるよ。確か、ものすごい数の人たちが被害に遭ったって。2004年に起きたこの津波は、高さの平均はおよそ 10km、最高記録は 34m ほどだったが、何度も繰り返し寄せては返す津波に、インド洋沿岸部が壊滅状態になった。インド洋大津波、とも呼ばれるこの津波は、観測史上最大の津波被害を出した津波としても知られている。確か、そもそもスマトラ島沖が地震が起きやすい場所なんだよね。そうだな、この2004年の地震が特に有名だが、インドネシアもやはり日本と同じで地震が起きやすい位置にある島国だからな。2000年以降だけでも、マグニチュード7以上の地震が10件以上は起きている。そして海に面している面積が大きいスマトラ島では、地震が起きた時の二次災害としての津波被害も規模が大きくなりやすいんだ。しかもこの時の津波って、アフリカまで届いたんでしょ？インドネシアからアフリカ大陸の東海岸まではかなりの距離があるが、途中に島などもないから波の勢いがほとんど弱まらないんだよな。ソマリアなどでは100人以上が津波によって命を落としている。おう。他にも、インドやタイなどでも津波の被害が出ており、合計の死者、行方不明者は23万人以上となった。文字通り、街が一つ消えるほどの被害だな。やっべえ。次に紹介するのは、日本で起きた巨大津波だ。日本で津波というとやっぱり、東日本大震災の。いや、そっちはもうみんな十分詳しく知っているネタだろうからな。ここは、まだうちのチャンネルで取り扱っていない江戸時代の巨大津波、通称、島原大変肥後迷惑、について紹介しておこう。何その、江戸の敵を長崎で撃つ、みたいな。島原大変、ってのは、現在の長崎県あたりにあった肥前国島原で起きた地震のことだ。で、その地震の影響で対岸の肥後国、今の熊本県を津波が襲ったことを、肥後迷惑、というってわけだ。なるほどね。ってことは、旧国名が使われていた時代の津波被害かな。でも、なんか老後みたいな言い方だし、かなり緩い印象を受けるんだけど。とんでもない、この火山災害は日本史上でも最大規模で、犠牲者は1万5000人にも上る大災害として知られているんだぜ。経緯としては1791年11月頃から、長崎県の島原半島中央部にある雲仙岳を中心に、火山性地震が繰り返し発生していた。この地震の震源は、少しずつ普賢岳の方に向かっていき、1792年2月には普賢岳の噴火も始まったそうだ。現代は地震や噴火が起きても防災がしっかりしているけど、当時を生きる人たちにとってはもう気が気じゃなかったでしょうね。そして、この年の5月21日の夜に2度の大きな地震が起きた。マグニチュードは最大 6.4 だったが、この地震で恐ろしいのはその揺れよりも、それによって引き起こされる山体崩壊だった。また出たわね、山体崩壊。岐山と呼ばれる山が馬蹄形に崩壊し、その土砂がおよそ180秒という短い間に、一気に崩れ落ちたという。土砂の総量はおよそ3億4000万立方メートルとも見られており、それが島原城下を駆け抜けて、一気に有明海になだれ込んだんだ。これによって有明海で10メートル以上の高さの津波が発生し、その第一波は地震発生から20分以内に、対岸の肥後天草に到達したという。スピード感やばい。そして、肥後を襲った津波は海岸で反射し、再び肥前島原に戻ってきた。このため、肥前国ではおよそ1万人、肥後国ではおよそ5000人が津波被害だけで命を落としたという。繰り返し聞いてもすごい数だ。さすがに日本史上最大の火山災害というだけあるね。さて、最後に紹介するのは、文明を滅ぼした巨大津波。ミノア噴火、が引き起こした火山津波だ。ちょっと今までとはまた経路が違うね。
文明を滅ぼしたって、一体どういうこと？この地震が起きたのは紀元前のギリシャでな。地球史上最大規模の噴火、とまで言われている火山の噴火と、それによって起きた巨大津波で、当時現地に栄えていた文明が大打撃を受けたんだ。一説には、この現地のミノア文明が衰退したのは、この噴火と津波による影響が大きいと言われているんだぜ。それで、文明を滅ぼした巨大津波、ね。では、もう少し詳しく見ていくとしようか。紀元前1628年頃、エーゲ海南部にある海底火山で、爆発的、とも評される大噴火が発生した。今から3000年以上も前の大噴火か。この噴火によって生まれた高さ30メートルを超える巨大津波は、エーゲ海一帯の島々をあっという間に水没させた。また、このカルデアの南には、ミノタウロスの神話で有名なクレタ島があってな。ああ、知ってる知ってる。迷宮の奥に牛の頭の怪物がいる、ってやつだよね。いろんな作品で見かけるわ。他にも、ポセイドンの怒りを買ったミノス王が、自身の妻に牛にしか興奮しない、という特殊性癖の呪いをかけられた逸話が有名だよな。何そのトンチキな神話は。当時の価値観で言うと、かなり屈辱的なエピソードらしいぜ。何せ、世継ぎが生まれないってことだからな。しかも、妻が王に男としての魅力を感じていないから子供ができない、と噂されると、王の男としてのメンツも丸つぶれってわけだ。うわぁ、なるほど。想像の何倍も陰湿な呪いだね。その結果、牛と交わった王妃が生んだのがミノタウロスだったってわけだ。ともあれ、この当時のクレタ島にはミノア文明、と呼ばれる文明が栄えていたんだが、紀元前1400年頃にはこの文明は崩壊している。その原因が、爆発的な大噴火と地震、そして津波だったってこと？いや、さすがに両者の間には200年以上の期間があるから、直接の原因ではないだろう。有力な説としては、他の地方からやってきた赤い野人たちによる侵略があったというものだが、それよりも前に、巨大津波でもう弱りきっていたんじゃないかってことだね。もしも大噴火や津波によって国がボロボロになっていなかったら、滅亡はしていなかったのかもってことだ。そういうことだ。と、ここまで巨大津波について語ってきたが、どうだったかな。ねえマリサ、新幹線ゼロ系ってほんと丸っこくて可愛い形してるわよね。ああ、当時はこの曲線が先進的で、飛行機の先端を思わすようだと言われたり、昭和の発展の象徴のようにも扱われたよな。ほら、見て、なんかお花がぼてっとして大きくて、つぶらなお目目がクリッとしてて、なんとも可愛いなーって。では、そんな新幹線の開発秘話とも言えるが、今回の動画では、戦時中に生み出された日本海軍の特攻兵器、桜花について紹介していくぜ。新幹線なのに特攻？意味わかんないけど、その特攻って言うと、言葉それ自体は、特別攻撃の略だが、特に太平洋戦争などの文脈では、兵士が自らの命を投げ出して行う、戦死前提の攻撃手段として知られているな。人間爆弾や、体当たり攻撃とも呼ばれており、爆弾を積んだ戦闘機や魚雷に自ら乗って、敵艦に体当たりするというのが一般的だ。ひえ、現代ではちょっと考えられない作戦だわ。というか、死ぬかもしれないじゃなくって、確実に死ぬと分かっていてその作戦に挑むって、凄まじい恐怖だよね。この作戦をめぐっては、戦後日本で、自国民に自爆攻撃をさせた軍という構図で批判がされているが、その一方で、アメリカがこの特攻を警戒し、また一定の評価を下していたという指摘もある。まあ自分の命も顧みずに捨て身で突っ込んでくる兵士って、相手からしても恐怖だよね。その中でも、特に当時のアメリカ軍兵士を震え上がらせたのは、神風特攻隊と呼ばれた攻撃部隊だ。第二次世界大戦で出てくるキーワードの中では、特に有名だね。この特攻では、もともとは、零式艦上戦闘機、通称、零戦と呼ばれる超軽量機をさらに回収したものが利用されていたんだが、後に、そもそも自爆特攻専用の機体を作るのはどうかという流れになってな。その結果生み出されたのが、特攻専用の特殊滑空機、すなわち、桜花だったんだ。乗った人が死ぬことを前提とした兵器か。捨て身の自爆特攻に用いられた滑空機ということで、マイナスのイメージが強いこの、桜花だが、戦後になると、
それまで軍の研究機関や関連産業に従事していた職員たちが民間の産業に流れ込むんだ。欧化政策のノウハウもその大きな流れの中に組み込まれて、鉄道車両の設計に活かされるようになった。戦争で多くの人の命を奪った兵器だけど、同時に戦後日本の発展を支える乗り物の系譜にもなったのね。それどころか、欧化の設計者だった方は、国家プロジェクトである初代新幹線、ゼロ系の開発にまで携わったそうだ。この方はもともと、パイロットの捨て身の攻撃を前提とした機体を作ることを望んでおらず、戦後は、今度こそ平和のために働きたいということで、国鉄で働くことになる。そこで、空気抵抗の抑制や徹底した軽量化の追求が、世界一の高速鉄道とも呼ばれる新幹線の開発に活かされたというわけだな。リアル、風立ちぬみたいな話だ。このように、日本の歴史の正統譜を一身に背負っている、欧化だが、まずは、そもそも、欧化がどのような機体で、どんな時代背景から作られることになったのか、もう少し深掘りしてみよう。改めて、欧化とは日本海軍が戦時中に開発した特攻専用の特殊滑空機だ。命名の理由としては、その存在や用途などの情報を取得するために、航空機とは思えない自然由来の名前を付けるというところから来ているという。他にも、人間爆弾と呼ばれたり、当時の新聞ではロケット機、信頼と記されたり、また連合国軍からは、バカボンというコードネームで呼ばれていたそうだ。敵の兵器だからしょうがないんだろうけど、なんかあんまりな名前じゃない。言うまでもないことだが、こちらの呼び名の由来は、日本語の、バカと、英単語の爆弾を意味する、ボムだな。実際、アメリカ軍の兵士や軍人からすると、攻撃のために自殺めいた特攻を行うというのは、およそ理解できないことだったんだろう。正直、なんか無茶苦茶すぎて、私もちょっとよくわかってないというか、そもそも、どうしてそんな乗った人が絶対に死ぬような攻撃を考えたのよ。こう言ってはなんだが、それが有効だと思われたからだな。パイロットの戦死が前提の、捨て身の体当たりの特攻攻撃が有効。戦闘機や魚雷による特攻というと、そのコンセプトがよく誤解されるんだが、この特攻は、戦闘機や潜水艇に爆弾を積んで体当たりをするというより、誘導性能の低い対艦ミサイルを人力で操縦することで、確実に命中させるというものなんだ。うん？どういうこと？パイロットを自爆させることそれ自体が目的ではない、ということだ。当時の技術では、兵器の誘導性能というのがまだそこまで高くなくてな。攻撃をしたところで、それが確実に相手に当たるかというのは運任せなところもあったんだよ。いや、でもそれはお互い様でしょ？まあな。ただ、当時の日本には、パイロットは確実に死ぬが、それと引き換えに命中精度が非常に高いという兵器や作戦に、手を出さざるを得ない事情があった。そんな非道徳的な作戦がまかり通る事情って、一体何なのよ。まずは、当時の時代背景について簡単に説明させてくれ。第二次世界大戦中、欧化が製造、開発された時点で、日本軍は相当劣勢に追い込まれていた。度重なる消耗戦によって熟練の兵士や戦闘機を多く失い、世界トップクラスの攻撃力を有するアメリカの軍を相手に劣勢を強いられていたんだ。まあ、それはよく聞く話だよね。物資も経済力も兵士の数も、アメリカの方が上だったわけだし、戦争が長引くほどその差がどんどん開いてしまって、より苦しい戦いになるわけよね。特に、1944年6月のマリアナ海戦では惨敗を喫していてな。この戦いで400機の空母艦載機と3隻の空母を失ったことで、日本軍はどうしようもないほど窮地に追いやられていた。この時点で軍上層部は、まともな方法ではこの盤面をひっくり返すことはできないんじゃないかと考えていたんだ。確かに、ここから戦況を有利に運べるような起死回生の一手があるのかって言われると、その一方で、操縦者が捨て身の特攻を行う航空兵器という構想自体は、実はかなり前からあったんだよな。そうなの？もっと言えば、少数の兵士が死ぬ覚悟で作戦を断行し、相手に多大なダメージを与えるという特攻の思想自体は、近代的な戦争よりもはるか昔からあったものだ。神風特攻隊の誕生以前にも、自爆攻撃を仕掛ける有人魚雷だったり、パイロットが個人の判断で体当たり攻撃を仕掛けるという例もあったからな。その上で、日本軍が新しい対艦誘導ミサイルを開発する過程で、誘導性能が悪くて実用化が難しいという課題をどうしても打破できずにいた。圧倒的な窮地をひっくり返すために、
犠牲を払ってでも有効な手札が欲しい、という状況だったわけか。で、こうなったらもうパイロットにミサイルを操縦させて、その命と引き換えに命中させようと。繰り返しになるが、オーカのコンセプトは自爆それ自体が目的ではなく、誘導性能の低さを解決するために人の手で誘導弾を操縦する、というものだった。つまり、その本質は戦闘機ではなく、どちらかというと、人が乗ったミサイルという方が近い。特攻専用の滑空機ということで、その見た目や構造もかなり特殊なものとなっているしな。というと、一言で言うと、爆弾に翼が生えたような形状をしている。うっわー、そんな身も蓋もない。実際、その構造や設計思想はかなりシンプルなものだったそうだ。まずは、重さ 1200kg の鉄鋼弾を機首に埋め込む。で、それに一人用の操縦席と翼、それから推進力のための火薬ロケットを搭載すれば完成だぜ。うげえ、マジで爆弾に翼が生えてるだけだ。空中戦すら想定されておらず、一度解き放たれたら猛スピードでほぼ一直線に突っ込むだけ。空中戦用のサブウェポン、機関用の燃料、パイロットのための脱出装置や着陸時の車輪、どれもこれも搭載する必要がない。特攻に必要な機能以外は全て排除しているので、自分だけの力で空を飛ぶことすらできないという。ちょい待ちちょい待ち、突っ込みどころ満載すぎでしょうが。いくらコスト削減って言っても、さすがに限度があるでしょ。コストの削減という側面もあったかもしれないが、どちらかというと、軽量化の追求による速度の確保という方がメインだな。機体をとにかく軽くしつつ、余分な形状を省いて空気抵抗を極限まで減らすことで、一度放たれたら凄まじいスピードで敵機に向かっていくことを計算して作られたんだ。まあ、そのあたりの軽量化や空気抵抗については、この、新幹線ゼロ系の製作にも生きてきそうだね。そうだな。ただ、この当時は当然そんな先のことはまだ考えてはおらず、当時の、オーカは、特攻専門に開発され、また実用された航空兵器として、世界で唯一の存在だった。具体的な、オーカの運用方法としては、自分では飛ぶこともできないので、母機となる他の攻撃機に運んでもらい、目標が近づいたらロケットエンジンを点火して突っ込むんだが、そううまく作戦通りに行けばいいけど、残念ながら、最初の作戦は大失敗だったみたいだな。ですよね。何せ、オーカのロケットの火薬が10秒足らずで燃え尽きてしまうからな。敵艦にまで届かせるためには、母機自体もかなり近づいてから射出しなくてはいけない。だが、総重量2トン以上の特殊滑降機という重荷を抱えながら、ゆっくりと近づいてくる攻撃機というのは、敵の戦艦や戦闘機からすれば、滑降の的だね。まあそういうことだ。結局、母機はそのまま撃ち落とされて全滅、そもそも、オーカを射出することすらできなかった。ただ一方で、その後に、オーカを鹵獲、調査を行ったアメリカ軍は、この兵器と作戦の意図を理解して、これはまずいかもしれないと多少なりとも追い込まれることになる。え、どうして?幸いにも、今回は、オーカ射出前に母機を全て撃ち落とすことに成功していたが、もしも、どれか一つでも射出を許していた場合、オーカ自体を撃ち落とすのは至難の業だったからだ。特攻以外の機能を全て削ぎ落とすという異次元の軽量化や、空気抵抗を極限まで抑え込むという設計が功を奏して、オーカの突撃スピードというのはとんでもなく速かったんだ。母機を撃ち落とすのは難しくはないけど、万が一撃ち漏らしてしまえば、回避不可能のカウンターが飛んでくるわけか。このように、オーカによる特攻の成功率はかなり低かったが、アメリカ軍はその存在を警戒していたという。実際、撃ち落とされずに敵艦に命中、撃沈させたという実例もあるそうだ。全く効果がないというわけではなかったのね。正直、神風特攻隊って、日本の戦時中の悲劇の代表みたいなイメージだったから、てっきり、若者が無謀な作戦で命を散らせたみたいな悲惨な話でしかないと思っていたわ。もちろん、そのイメージも間違ってはいない。というか、特攻作戦の成否によらず、これが人命を軽視した無謀な作戦であったことには変わりないからな。当時ですら、軍内部でも作戦に対する否定的な意見も飛び交っていたそうだ。まあ、旗から聞いてもちょっと無理があるもんね。だが、そんな意見も虚しく、オーカによる特攻作戦は計10回以上も行われた。そして、その中で、オーカの搭乗員55名を含む829名が命を落としたという。そんなに、またこの、オーカ以外にも、太平洋戦争の最中では日本軍による数多くの特攻作戦が実施された。
特攻隊員は志願制だったが、実際には拒否することもできない命令や使命があったとも言われている。国のために命を懸けるとは言っても、本当にただ突っ込んで死ぬ役目を任されるというのは、なんかまたちょっとね。文字通りの命がけの特攻は、確かにアメリカ軍を恐れさせたが、その多すぎる犠牲や悲劇に見合うほどの戦果があったとは、残念ながら言えないだろうな。さて、ともあれこんな経緯で開発、運用されていた特攻兵器、オーカだが、その、オーカの設計者さんは、そもそも望んでこれを作ったわけじゃなかった、という話だったね。オーカの設計者として知られているのは、当時の海軍省飛行機部設計課に所属していた、三木忠直さんという名の技術者だった。戦時中、いくつかの最新鋭の戦闘機の設計を担当した三木さんが、オーカの設計を命じられたのは、やはり戦況の悪化していた1944年のことだった。どんな気持ちでそのお仕事を受けたんだろう。鉄鋼弾に操縦席と翼を取り付けただけの、パイロットが必ず死ぬという捨て身の特攻兵器。その構想を初めて聞いたとき、ミキさんは上司に対してかなり強く反対したという。飛行機に憧れて身につけた知識や経験を、このような非常な兵器のために使わなくてはならないというのは、これ以上ないほどの無念だったそうだ。技術者としてのプライドが許さなかったのね。だが、パイロットが必ず死ぬ特攻兵器に一体誰を乗せるんだというミキさんの問いに、発案者である海軍のベテランパイロットが、自分が乗ると返してな。その凄まじい気迫に押され、また軍の上部にはどうしても逆らえないということで、三木さんは、オーカの設計担当を断りきれなかったんだよ。それでも、自分が設計した特攻機に乗って多くの若者が命を落としたという自責の念から、三木さんは戦後に鉄道技術者へと転身するんだ。転職するのはわかるけど、どうして鉄道技術者を選んだんだろう？三木さんは、鉄道産業は純粋な平和産業で、軍事転用される可能性が低いと考えていたんだ。実際のところ、軍用鉄道などは一応存在するものの、当時の産業構造を考えると、他の重工業と比べて鉄道の軍事利用は比較的起きにくいものだったそうだ。また当時の国鉄も、軍の優秀な技術者たちが戦後に散り散りになってしまうことを惜しみ、積極的な受け入れを実施していたというのもある。需要と供給がハマったのか。ただ、三木さんはここで、鉄道業界の常識とぶつかることになる。というと、まず、当時の鉄道業界では、車体は重たい方が安定するというのが当たり前の考え方だった。ああ、軽量化を追求してきた大川や冷戦とは、麻薬の方向を向いているのね。ただ麻薬というだけじゃない。実は、この、車体が重たい方が安定するというのは、必ずしも正しい知識ではなかったんだ。え、そうなの？飛行機だろうが鉄道車両だろうが、物が高速で動くとき、そこには、磁力振動という現象が必ずついて回る。要するに、自分から勝手に振動してしまうということだ。で、この磁力振動が原因で、脱線事故なんかも起きたりしていたんだが、空を自由に飛べる飛行機はともかく、レールにぴったり沿って走らなきゃいけない鉄道にとっては、スピードを出しすぎると勝手に振動するってのは致命的だね。しかし、昔ながらの鉄道技術者は、この、スピードの出しすぎによる磁力振動という事故原因を絶対に認めようとしなかった。レールが曲がりすぎているから脱線したんだ。車体は重くて安定しているんだから、こっちに原因があるはずがないといった具合にな。あらら。もう、わかりやすく常識にとらわれている。脱線事故の調査によって、磁力振動の可能性が指摘されても、この鉄道業界の常識は揺るがなかった。一方で、機体の軽量化や、空気抵抗の抑制といった命題に長年心血を注いできた三木さんにとっては、それによって機体が安定するというのは当たり前のことだった。むしろ、鉄道車両の軽量化や、形状を優先形にすることで空気抵抗を減らすことが、安定してスピードを出すためには必要だったんだ。とはいえ、鉄道関係の技術者の人たちも、長年培ってきた経験やプライドがあるだろうからね。すぐには三木さんの説は受け入れられないでしょ。ああ、しばらくの間、三木さんはこの鉄道業界の古い常識に悩まされることになるんだが、それでも彼は、粘り強く、車体の軽量化や空気抵抗の抑制によるメリットを説き続けた。で、その結果生まれたのが、世界初の高速鉄道専用車両と謳われた、新幹線ゼロ系電車だ。戦時中の研究や開発によって、特定の産業や技術力が一気に成長する、という話はよく聞くけど、まさか日本でもそれが起こっていたなんてね。
1964年、東海道新幹線の開業とともに誕生したこの、新幹線ゼロ系は、航空機のように丸みを帯びた先頭の形状や流線形の外観でよく知られている。これは紛れもなく、冷戦や欧化といった、戦時中に活躍した軽量航空機のデザインの系譜だ。当時のメディアや書籍の中でも、まるで地上を走る航空機のようだと形容されることもあったらしい。慣れ親しんだ新幹線のデザインが、実は戦闘機のノウハウによって形作られていただなんて、全然知らなかったわ。で、ここからは余談だが、実は、東海道新幹線の開業を待たずして、三木さんは国鉄の技術研究所を辞めているんだ。え、どうして?三木さんが辞表を提出したのは、東海道新幹線開業の約2年半前、ちょうど新幹線車両の走行テストが始まる直前のことだったという。辞めるにあたって、もう自分の力は出し尽くした。後のことは心配ないとの言葉を残している。これで一区切りついた、ってことなのかな。その後、民間のモノレール会社に移籍した三木さんは、以降も人々を乗せて運ぶ電車を作り続けた。視聴者のみんなも知っての通り、その後の日本は直接戦争を経験しておらず、三木さんが危惧していたような、日本の鉄道が戦争のために使われたという事実もまたない。というわけで、今回の動画はこの辺で締めておこう。今回は記録的な事故や災害を一気見で解説させてもらったぜ。なんともまあひどいものばかりだったわね。みんなは、今回の動画についてどう思った?よければ意見や感想をコメント欄に書いていってね。ぜひともお願いするぜ。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。イラストはメンバー限定投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。